久しぶりに彼女に会いに行った。おかえり。ただいま。キコーナ。はい、皆さんこんばんは。ということで、キコーナチャンネル金曜日、本日は茨城店からの放送ですね。よろしくお願いします。お願いします。いやー、なんとボンドマネージャー来てくれまして、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、私てっきり茨城店、多分店長単体かなと思ってたんですけど、いやいや、だってね、はい、この間来れなかったんで。そうですね、はい、罪滅ぼしです。罪滅ぼし。いや、実はですね、先週千里店の放送で、はい、サイコ店長がね、はい、いやー、行きますよ、ガロやりたいですもんってね、嘘ほざいてたんですけど。ほざいてた。いや、言うてるだけでしょ。今日も、サイコ店長来られるんですかってこう連絡取ったら全然帰ってこないっていう、ね、あいつよ、ほんま、あいつ逃げやがったなと思って。あいつ。まあまあ、でも今日ね、茨城店来たら、いやー、ボンちゃん来るっていうふうに庭所店長が聞きましたんで、いや、よかったなと思って。さすがにね。いや、もうやっぱり金曜日で、ね、前回のルパンに引き続いてもう優勝候補ですから、はい、もうこの2人いたら大丈夫でしょ。任せてください。もうバトルとなれば負けないですよ。そうですね。じゃあ今日はちょっと頑張っていただいて、茨城店優勝、はい、目指していただきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあ先に茨城店、お知らせあるということで聞いてますので、はい、教えていただいてよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、お願いします。すごい、嘘つき最高、はい、嘘つき最高って言われてる。お前やだよ。すごい。ボロボロやだよ、もう。嘘つき最高って言われてる。すごいね。カメラの移動は難しいでしょうか。カメラの移動。あ、はい、こっち行きましょうか。いいですか。いいです、いいです。どうぞ。はい、どっちですか。こっちです。はい、どこまで行きます。これをちょっと結構行くカメラ大丈夫ですか。これをそっちね。はいはい、なるほどなるほど。途中まではいけるかな。はい、はい、はい、あ、今ねちょっと清掃員カットイン来ましたけど申し訳ない。激アツ、はい、激アツですよ。はい、いいですね。はい、これです。お、これは寝台。寝台、明日からの寝台です。はい、あ、ブラブラバキ。はい、バキ、ブラブラバキの、はい、人気のあるバギバーの方です。人気のある人気のある方ね。あ、なるほど。あの、あれですね、2機種あるんですよね、これね。そうそう、あのオーガとバキかな。そうそう、オーガとバキと2スペックあるんですけど、はい、人気のある方、関東では人気のある方の、はい、バギバーです。わかりました。いや、こちらが、茨城には入ってるということで、ね、これが明日から稼働で、はい、明後日からの稼働もあるんですけど、あさって、あさっては、カメラさん行けます。カメラさん、どこ落ちますわ、近かったらいけます。近かったらいけるよ。めっちゃ動くやん。お前、めっちゃ動くな。可動式やな。はい、じゃあね、ちょっとゆっくりね。はい。落ち着いてね。これがあさって稼働。いやー、それ私めっちゃ打ちたいやつです。先生や。先生や。はい。めっちゃ打ちたいやつ。いいっすね。これ、はい、もうスペックなんかいくつかあると思うんですけど。これはね。はい。人気のね、はい、XLA です。型番、型番、型番きた。マックスですね。はい、マックスです、マックス。はい、そちらが3台かな。3台。はい、さらに、さらに、しあさって。しあさって。しあさって。ちなみに3日連続最新台稼働開始ですか、ね。あ、そうなんですか。動いてる。あ、出た。ハンドル出た。出た出た。いやー、それあんまり入ってないって聞いたんですけどね。そうそう、フルスロットル。これが19日月曜日からフルスロットル。こちらは5台ですかね。5台です。なるほど、はい、もうすでに先のでね入っておりますんで、はい、ぜひ3日間お見逃しなく。17、18、19、そうですね。あと、まあ、スロットも信頼あるというふうに聞いてますんでね。まだパチンコもあるんですけど、はい、ちょっと遠いんで。そうですね、スロット、はい、あ、スパチンコね、ちょっと遠いですね。あのあれですね、アマデジとかが。アマデジダンバインですよ。ね、ダンバイン。アマデジのダンバインですね。ダンバイン言うたらもううちだけちゃいます。いや、これなかなか見ないですよ。 あんまり。そうですね、はい、先の入ってるお店はなかったんで。そうそうそう、いろいろ関係上ね、はい、なかなか入りにくい台やったんですよ。なるほど、なんと茨城には入ってるということで、はい、そう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 。いや、いいですね、王子さすがって言われてますけどね。ロシアンするためだけに入れましたんで。なるほど、あ、いいですね、やりましょうか。じゃあまた、はい、ぜひぜひぜひやりましょう。やりましょう。それバキバージョン、確か潜伏ある方でしたっけと言われてますけどもね。どっちだったかな。私ちょっとまだバキバージョン見てないんですけど ね、ちゃんと出玉がね、はい、ちゃんと出玉がある方。わかりました。時短がちゃんと5回とかじゃない方なんで。なるほど、はい、わかりやすい方ということでよろしいですかね。わかりました。まだ、あと、まあ、スロットが、はい、地獄少女。あ、そうですね、はい、とあとデッドマーワンダーランド。あ、はいはい、はい、そうですね。これも19日稼働開始ですね。さらに、はい、19日は、はい、大人気のほう気候な北雪プロジェクト。なるほど、大人気。
はい、あ、これあれですね、あのピンクのポロシャツですね。ピンクポロシャツ、はい、なんかこれ、色が鮮やかですね。そうです、はい、これね、なんか色鮮やかだね。アピールすごいな。、はい、これちょっといつもと色が違う。お前なんかエラーさんやからな、いつもよりは、はい、いつもより、いつもゴールドなんですけど、そうですね、今回ちょっとレインボー色、その上を行っちゃいました。あ、行っちゃった、ゴールドの上ということです。いやもう超激アツですね、これは。そういうことです、エラーさんやからな、はい、じゃあぜひこの日はピンクポロシャツでお出迎えしますので、ね、です皆さん遊びに来ていただいて、はい、お願いします。ちょうどね、茨城と、茨城サイトと、千里とね、KHP やってますので、はい、一応2店舗も、はい、あ、なるほどなるほど、一応2店舗もね、混ぜて、わかりました、はい、そうそうそう、そうですね、まあ、今日は茨城ですので、特に茨城に来ていただけたらいいかなと思いますんでね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今週ずっとですね、曜日対抗の出玉バトルやらせていただいてるんですけども、はい、一応のルールだけ、簡単にね、説明させていただきたいと思いますが、まあ、1時55分までシダしていただきます。あ、まあ、55分まで、そうです、はい。あと大当たり中に終了時刻の場合はラウンド終了まではカウントしますので、まあ、例えば54分に当たった場合はその、ラウンドは全部消化していただいて結構です。はいはい、でハンドルから手を離した後の保留あたりはアンケートで、判定してもらいます。今のは OK かどうかっていうのがね。で大当たりは一応13ラウンド15ラウンド16ラウンドって今回ガロ分かれてますので、まあ、そちらの出玉分の合計、はい、2台合計分で勝負ということで、はい、一応今回、優勝曜日がもう全部決めていただくということで、罰ゲーム内容、曜日、誰がやるっていうのは全部優勝曜日が決めていただくということで、まあ、例えば、まあ、因縁のある店長にね、あの店長に何々やらしたいというのをもう王様が言っていただいたら、もうそれをやっていただくということになってますので、あ、はい、まあ、まあ細かいルールはいらないでしょう。もう勝てばいいんです、とりあえず勝てばいいです。とりあえず優勝曜日の MVP は MVP スペシャル特典ということで、何かいいことがあるというふうにね聞いてますので、まあ、この辺も目指して頑張っていただきたい。まあ、捨てることないんでキャイン言わします。キャイン、キャイン言います。はい、一応まあ1位が、はい、月曜日と火曜日で並んでまして 27,935 玉ということで、まあ、やっぱり3万玉2人で出していただいたら優勝ですね。もう分かります。はい、あとまあ以下1万4000、1万2000、8000発、1700発というふうにね、単発で終わってる曜日もありますんで、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、単独、ね、はいはいはい、なんか笑っていいともみたいな感じで、そうですね、まあ、曜日対抗たまにね、たまにやるとね結構皆さん見たいっていうふうにお声が多いんでね、はい、まあ、単独1位が伏せの村井監督ね、村井店長2万5000玉ということで、もう圧倒的に個人 MVP やるな、もうダントツですんで、まあ、この辺はねもう2人で、まあ、2万発3万発出していただいたらもう余裕ですんで、はいはい、頑張っていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね、CR ガロ魔界の花ということで、まあ各曜日とも当たりゼロっていうのがねないんですよ今回まだ。あ、全店もちゃんと当ててるんですね。当たってます、当たってます。それがね2時間なんですごいんですけども、じゃあ早打ちましょう。そうです、そうです、はい、早打ってもらっていいですよ。グダグダ言うてる場合じゃあ、そうそう、じゃあぜひぜひ、はい、じゃあもう早速ね大移動していただいて、じゃあ今日はねちょっと特別にボンドカメラ用意してますんで、ボンちゃん手前でもいいですかね。あ、はい、わかりました、はい、いい笑顔くださいってよく言われてるんでね。はい、みんなボンちゃんの笑顔が見たいというふうにね言われてますので、ありがとうございます。はい、ほんまや、なんかボンちゃんカメラありますんで、はい、すごい、もう取ってつけた感はあるけど、いやいや、そんなことないですよ。あ、そうですか。はい、ゆぴさんごめん、ちょっとカメラお願いしていい？はい、了解です。はい、じゃあこっち、ボンちゃんですね。じゃあちょっと2回目にしますね。はい、ですね。一応音が4ぐらいですかね、でいけると思いますので、はい。あ、でもガロをちょっと打ちたかったんで良かったです。あ、まあ、やっぱりね最新台ですので、うん、まあ、どこの店もね、うん、やっぱりお客様すごい客付きということで聞いておりますので、そうそう、うん、まあまあ初打ちということで、初打ちはやっぱりねビギナーズラックあるんで、もしかしたら当たるんじゃないかと思いますんで ね、よろしくお願いします。はい、ということで、いいですよ。はい、じゃあシダお願いします。お願いします。はい、お願いします。いや本当ね、ちょっと金曜日は2連覇かかってますんでね、頑張っていただきたいですね。頑張ります。はい、ボンちゃんこっち向いてーって言われてますけどね、ここで、ね、ありがとうございます。いい笑顔してるわー。はい、ボンちゃん満面の笑みって言われてますけどね、特別にそこの掃除のお姉さんも参戦ですかってことで、そうですね、今清掃員のお姉さんね頑張っていただいてますので、はい、ボンちゃんの台ハマってるねーって言われてますけどね、ちらっと見えましたけど、ね、見えた。いや、チャンスですね。でもね、サイトの堤店長が意外にね、ハマってる台をいつも自分でチョイスされて打たれてるんですけどね。そうそう、ハマる台、ハマり台好きですね。そうそうそう、ハマる台結構自分で探して打ってますけどね。すごいすごい。はい、和骨ってね、頑張ってくださいって言われてますんでね。
北山マネージャー懇親会ではお世話になりました浜松から応援してますって言われてますけどね。ああ、もしかしてあの子かな、新卒の子かな。そうですね、そうですね。これはですか、内定決まった子ですか。そう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 。ありがとうございます。いやいやいや、めっちゃリスナーやん。ありがとうございます。そうなんですよ、毎日見てくれてるみたいで。そうなんですか。いや嬉しい。次いつ出られるんですかって言って、めっちゃファンやん。ボンちゃんめっちゃファンやん。あ、見といて見といて言うて。まあでももしね、入られたらあのニコ生ある店舗に配属になったら、もしかして君も出ていただけるかもしれませんので、ね、あの横演習だけねしといてください。よろしくお願いします。頑張れってね、ガローってやってますけど、はい、いやボンちゃん癒し笑顔くださいってねめっちゃ言われてますけどね。いやカメラつけてよかった。ボンちゃんカメラいいですね。これ常に映ってるんですか。もう常に映ってます。あ、そうなんですか。多分あのガロケンめっちゃ差し込む時とかもめっちゃ映ってるんで。めっちゃ映るんや。はい、王子こんにちはってね言われてますけどもね。こんにちは。いや今日はね人気あるあのお二人ですんで、いやコメントも多いですけども、いやいやいや、よかったよかった。ありがとうございます。懇親会ではありがとうございました。北海道から見てますって、これ本人かな。北海道。あ、北海道。北海道の、え、北海道。偽物じゃないよね。大丈夫か、大丈夫か。あの惑わさないでくださいね。はい。特別ルールでボンちゃん徹夜打っていいよ。マンション出したら問答無用で優勝でいいよって言われますけど。ありっすかね。あ、特別ルールですね。僕ガノが打ちたいんです。そうですね。もう徹夜もうちょっと、もうちょっとね、もうちょっと寝かそうかなって感じですね。はい、今来ました皆さんこんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。良き新人さんですねってことで、いやでもあの会社説明会のね、あのマミーとかあのランカちゃんに聞いたところ、結構気候なチャンネル見られてる方があの今年多いというふうに聞いてますので、多いですね。いや嬉しいですけどもね、あの本当にやっててよかったなと思いますね。初見です。雪男を鑑賞する放送ですか。いえよ。イエティね。誰がイエティやん。まあまあまあ、まあ、違いますよ。イエティね、もうそろそろ降りてくるんじゃないかなと思いますけどね。はい、今日はちょっと暑いですけどね。はい、岩骨って嘘つき最高は出ないのって言ってますけどね。お前やね、ちょこれね、ちょっと来させなあかんすわこれ。そうですね。試み、そうですね。試みたけどあかんかったんかなって感じですね。まあ新婚さんなんでね、奥さんが許してくれなかったんかな。王子ってね、板倉さん。いやちゃうでしょ。違う。めどくさいだけね。あ、めどくさいだけ。いやーちょっとね。叩きたくないだけですよ。散々先週出たんですよ。ガロ打ちたかったって言ってね。まあ、一応そうなんですよ。選手があのガロ一応最速でできるんじゃないかって話があったんですが、まあちょっとね、あの大人の事情で1日ずらしたんですね。まあまあそれで千里がちょっとっていうことがあって、ガロ打てないんですかって言ってたんですけどね。まあまあ次回以降打っていただいたらいいかなと思いますんで。いや今日でしょう。ね、今日来たら打てるから。僕の隣空いてますよ。そうね、空いてますよね。ぜひ来ていただけたらと思うんですけど、まあ見てないかな今日ね。皆さんお晩です。今日も山形から見てますってことでね、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。王子ハローってね、今日テンション高いなってことでね。いやいやもうテンションいつも高いですけどね。いつもですよ。高いです。はい、うん、頑張って やってますよ。はい、堤下店長いないだけで金曜日が少し不安ですって言ってますけど。どういうこと。いやあの堤店長めちゃめちゃ引きいいんで、まあ堤店長がいれば金曜日多分2連覇だろうなみたいな。あ、なるほど。いやでもこの2人も結構引きいいんですよ。そうですよ。やる時やりますよ。そうそう、やる子ですから2人も。やる時やるよ。はい、いや入賞店長もね、放送は多分ね、外れあの当たりなしっていうのはなかったはずなんですよ。ないんちゃいます。ずっと当たってますからね。大体あのエリマネもね、あの店長時代はボンドね、そうそう、あのビンゴで2666引いたりとか、結構連チャンはさせてますんでね。そうそう、期待はできると思うんですけど、ね、ポテンシャルは高い。そうそう、ポテンシャルは高い。多分どの曜日よりも高いと思います。そうでしょ。ただそれを今日出せるかどうかっていう。はい、頑張っていただきたい、ね、久しぶり、パチンコ自体打つのちょっと久しぶりなんでね。そうですか。はい、いやね、実はちょっとさっきその話ちょっとしててね、まあ僕ちょっと痩せたんですよっていうふうにね。そうそうそう、4キロでしたっけ。4キロ、3週間で4キロ痩せました。すごいですね。もうコミットしますね、結果にね。はい、ちょっとあのまあ黒カーディガン着てるからかなって最初思ったんですけど、はい、よく見たら本当に痩せてた。痩せてたよ。痩せてた痩せてた。失礼やな。失礼やな。申し訳ない。いや、実はね、嘘つき最後にね、ワンダーコアもらいまして。おもらったんですか。なんでなんで。そうそう、いやちょうどね、はいはい、まあ、新婚さんで家引っ越して 寮、はいはい、寮になんか置いてたらしくて。あ、そっかそっか、ちょっと邪魔なのかな。そうそう、でたまたまそういう話になった時に、あ、いります、僕持ってますよって、1回しか使ってないんで、あげますって。それね、確かあの縄手時代にね、ワンダーコアしてるっていう話なんか聞いたような気がします。はい、あ、そうなんですか。あ、眠ってたんですね。そうそう、1回しか使ってへん言ってました。あ、じゃあそれをちょっと譲っていただいて。そうそう、なんかその話ね、はいはいはい、あの神戸のハード店長、森店長がハードコアくれって言ってたっていうふうに聞いたんですけど。そうそうそうそ
それは譲っていただけなかったんですね。それはね、はい、くれなかったです。くれなかったんや、はい、ケチやからね、言われてますね。痩せてもゼリーはたまりまんが、そうですね、ボンドイケメンでね、和骨ボンちゃん暇かなと言われてますけどね、ボンちゃんね、忙しい中久しぶりに出ていただいたんでね、そうですね、よかったなと思ってるんですけど、はい、いやちょっと今日、いやほんま前回あれですよ、ほんまに来る予定やったんですよ弁解してる弁解してる、うん、ほんまにこれはすでに岩商店長への弁解ですね。そうそう、ほんますよ、うん、ほんまほんま用事でね、そうそう、どうしても抜けられない用事がね、はい、ありましたのでね、はい、ボンドいるんだ、あ、芸人ボンドさん、ボンドかっこいいってね、いやボンド、ボンドかっこいい、かっこいい言われてますよ、そうマジでちょっと痩せたからかないやね、ちょっと爽やかに見えるのかな、ありがとうございます、バイバイさん、JP さん、王子、ボンちゃん、こんばんはってね、こんばんは、ボンドマネージャーはこつ、もちろんボンドマネージャーも最下位なら罰ゲーム受けるんですよねと言われてますけどね、いやこの辺はね、今回は一応優勝曜日が全部決めることになってるので、あ、そうですよね、もし優勝曜日がマネージャーと因縁のある曜日だったら飛び火するかもしれませんねそんな曜日ないはずやけどな、まあ村井店長とかどうなんですかね、あんまり関わりないですか、あ、まあ、そこまで、まあそうですね、一緒に働いたことも、まあ、ないんですけど、まあ、村井店長だったら私飛び火すんの神戸中央かなと思ってるんですけど ね、 あ、そうですよね、もしくはJR 奈良駅前のたこ焼き店長、はいはいはい、中条店長、あの辺はすごいこう飛び火するんじゃないかなと思ってるんですけどね、サエコ様は試みれなかったのかな、そうですね、試みれなかったんじゃないかな、堤店長いなくて大丈夫ですか、堤いないからどうなるやろうと言ってますからね、めっちゃ信頼度高いっすよ、そうですね、いやもう安定の8割超えちゃいますこれね、ペテン師サエコとか言ってますけど一応誘ってきたんですけどね、さっきまでサイトいたんで僕、そうなんですか、はい、まあちょっと業務お忙しいのかな、はい、めっちゃ苦笑いされました、はい、まあ来週ね、一応サイト放送ですので、はい、監督はタコタコ一択ってね言われてますけど、庭店長出世おめでとうって言われてますけど、これ誰身内いやいや、出世おめでとう、出世したの、庭商店長この場で来れなかった真相を追求しましょうよってことで、あ、ボンドマネージャーが来れなかった理由か、あ、いやそれは分かってる、一応聞いた、はい、伝えてますよ、はい、まあ、まあまあ用事があったってことですね、はい、北山マネージャー今日は車ですかって言われてますけど、もちろん車です、あ、車、はい、車用車ちょっとぶつけてっていうね話会社説明会でありましたけど、はいはい、大丈夫ですかね、もうそれ以来ぶつけてないです、もうだいぶ慣れました運転は、もうだいぶだってよ4ヶ月経ちましたからね、これでも、もうそんなに経ったんや、はい、そうか、やっぱり毎日運転してたら慣れるもんですね、そうそうそう、運転しない日がないんでやっぱり、あ、なるほど、はい、あれ行きましょうかって言いましたよ、誰これ、サイコ店長、行きましょうかって言いましたよ、誰これ、ああ、つつみ店長や、つつみ店長か、見てんの今すぐ来てください見てるんや、ありがとうございます、見てるってこと、見てるかも、はい、若葉マークまだつけないとか、苦笑いってなんだ、怒りって言われてますけどねあ、そうですって言われてますね、これどっちやろ、どっちのそうです、つつみ店長かな、はい、頑張れって言われてますけどねあ、行きましょうかって言ってくれたんや、いや行きましょうかって言うたけどはいはい、はい、その前にね、あんな苦笑い見せられたら僕もね連れてこれないですよ、それは、あ、そうか、無理やりはね、はい、ちょっとね、まあ自分のこうね、意思が大事ということで、そう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 、まあでも今日ガロなんでね、堤店長結構ガロ初打ちで、この間あのファイナルと金色で初打ちで打っていただいたんですけど、ああそうなんですか、なんと2時間の間にどっちも当てるっていうね、マジですごい、しかも片っぽアニメリーチで当てるっていうね、そうそうそう、派手にやっておきましたからね、そう、あの店長本当に引き強すぎるやばいな、ほら、堤早くおいでって言われてますけどねこれは信頼ですかってことで、そうですね、今日はCR ガロ魔界の花、最新台になってますね、堤店長来てってね言われてますけどね、ボンちゃん3点なくなると安全運転講習あるからと言われてますけど、ね、あ、そうなんですか、です、ね、初心者やったらね、あ、気をつけてってことで、点数が少ないんでしたね、少ないです、一番最初は、はい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 、初心者取れたらね、そうですね、堤下さん米参戦ですかって言ってますけどね、コメントね見ていただいてるのかな、ありがとうございます、堤店長1時から来ても5分で当てて連チャンしそう、確かに完全にかませ犬ですねこの際ね、はい、まあ、鏡のように稼働いいよねと言われてますけど、いやでもやっぱり待ち望んでる方多かったと思いますんでね、まあね、はい、結構ね1週間見てるんですけど、結構なんか当たり軽いですよねこの配信見てる限りでは、まあ399なんでね、普段はやっぱりハマるのかなって印象もあるんですけども、やっぱり店長たちは引き強いなっていうのはよくわかりますね、つつみん大好きという人もいますけどね、ボンドマネージャーまるでマネージャーみたいな格好って、マネージャーですけど、マネージャーですけどね、
最高天地は嫁タイムですかって言ってますが、まあお仕事じゃないのかなと思うんですけどね。今日彼仕事してるはずですけどね。ですね、5番です。結局逃げた嘘つき最高って言ってますね。こんばんはって。今日はボンちゃん来たねーってことですね。来ていただきました。王がいいね、目が回るってね、ボンのマネージャーって言われてますけどね。スロットル楽しくなるそう。聖夜いいねってことで、さっきね、信頼、ちょっと紹介させていただきましたのでね。聖夜は意外と期待されてるんですね。そうですね。意外と期待されてますね。はい。私も、まあ、コンテンツ好きっていうのもあるんですけどね。聖夜はちょっと期待してるんですけどね。王子さん。そうなんや。そうですね。よかった。あ、マダンマイン出るんだ、知らないけど、よかったって本音がほっと出ますので、あ、マダンマイン出るんだ、知らなかった、導入してる店舗探して打ちに行こうってね、言われてますね。茨城に来てくださいね。いや、茨城入ってますから。ぜひぜひ。えりまね見ない間に垢抜けたねって言われてますけど。垢抜けた垢抜けた。デビューしちゃいました。デビューしちゃいました。本当の私デビューしました。やめてやめて。実際も軽いよ、魔界の花って、その代わりスルーも多い気がするってね。確かにね、ちょっと連チャンがね、金色に比べたらってことですかね。確かにね、ロング ST で70のアッパーぐらいですから。確かに。ただまあでもホールさん見てると7万発8万発っていう可能性もありますので、ね、突入率は上がってますからね。そうですね、 53%。 ただ今回ちょっと潜伏 ST というかね、ちょっとややこしいですけど、途中で変わるやつ。そうですそうです、はい、キバーモードやったかな。で、ね、回数がブロックされると、まあ、潜伏 ST というふうにね聞いてますけども、青保留から金の玉みたいな保留になったんですけど、信頼度分かりますかって言ってますが、これ結構熱かったやつじゃないかな。金でしょ、だってね。配信では出てないような気がするんですけどね。ここ1週間で多分出てないですね。出てないですね、うん、結構レアじゃないかなと思うんですけどね。全然回らへん。頑張れ頑張って頑張って、ボンちゃん頑張って。原作は魔界が好きだけど、ヒロインと通常時の演出と図柄デザインは金色の方が好き、金メッキだけどって言われてますよね。 ちなみにうちのパチンコは諸言表通りにできてますのでタイムリーなね、はい、タイムリー、はい、そうそう、堤は小作りも柄も100発100中でしたねそうですね、12月にお子さん生まれるということでね、なんか盛大にお祝いしたんですね。そうなんですか。そうなんですよ、なんか奥様がね、今ご懐妊中ということで。あ、そうなんですか。なんと男の子生まれるということで。また今年の12月。そうそう、今年の12月。12月ですよ。そうですそうです。何人目ですか。5人目、5人目。5人目、すごいな。めでたいですよね。すごいな、やることやってんな。やることやっとんや、あれ。下水、下水。表現の方法、表現の方法。自由やな。まあでもおめでたいですけどもね、お父さん頑張らないとって感じですね。怖っすね。名前決まったのかなと言われてますけどね。この間の放送で名前どんなにするっていうのをね、リスナーさんと一緒にこう話してたんですけど、結構ね、甲賀にしたらとかね、もうガロの主人公の名前にしってめっちゃ言われてます。ガロ由来のやつばっかりでしたけどね。龍河とかね、ライガとか言われてましたけどね、フルスロットル打ちたいってね言われてますね。サイトも2台ありますってことで、ダンバインかなこれ。ダンバインか。すぐ見ちゃう。見てるんやったら来てくださいよ。まあ、すぐじゃないですか。まだね、はい、勤務時間中のはずですけどね。そうですね、まあ勤務終わってからちょっとフラッと来てくださいよ。はい。V 入れないのにどうして ST 行くんですかねってことでね、なんかこのアタッカーがね、 V の役割を果たしてるっていうふうにコメントで教えていただいたんですけどね。という形じゃないと、そうですね、無理ですね。つまが合わないと思いますね。フルスロットル落ちた。V 入れてないならそれ ST じゃなくて時短じゃないってことで、ね、今回のガロね、ちょっとなんか特殊なんですよね。なんかけど V みたいなアタッカーの下にありますよ。ありますよね。なんかそこ見たら分かるっていう風にね。そこは多分開いて、画面上では多分出ないと思うんですよ。そうですね。V 入賞っていうのが。はい。なんか潜伏扱いになってますけど、まあでも抜けたらもう終わりですのでね。そうですね。はい、暗記しようってね。北山さん、今日あたりゼロなら3点減点です、茨城署より。茨城署もよう見とんな、ありがとうございます、本当に。こうしてまた世の中に引き強が誕生するのであった、あ、堤下定時の子供ってことか、引き強のね、遺伝子をね、すごいね、アタッカーの星マークに入るみたいですよ、ああ、そうなんですね。候補出したやつで決まったらいいのになってね、やることやってんな、我、わらわらってね最初から微妙だと思ってたけど実際面白いよって言ってますね。イエティのとこはやることやってないよって言ってますけどねまあでもね、北山マネージャーのとこもお子さん2人2人ですね、いらっしゃるということで、はい、2人で打ち止めです。打ち止めか、打ち止め、打ち止め、はい、わかりました。よく見たら星マークがついた入賞口がありますよ。あ、アタッカーのとこね。あ、多分そうですね。アタッカーの中よく見たらわかるよ。ハレさんのバンドが見つからなかった。ああ、選手、なんて、ハレ主任
サイトのハリ主任がね、はいはい、昔あの黒歴史らしいんですけど、はい、バンドマンやってたっていう風に聞いてまして、あーあいつそうですね、なんか YouTube で、はい、あのバンド探そうってなってで最後にあのノープランっていうバンド名を出していただいたんですけど、はいはい、ノープランっていう検索かけたら、はい、あの内村プロデュースのノープランが山ほど出てくるんで、あー、だからそれに埋もれて戻るわけ、そうなんですよ、しかも再生回数80回ぐらいらしくてそうそうそう、だからなかなかちょっと見つけにくいんじゃないかって出たんですけど、見つからないですね、そうですね、ちょっとノープランで頑張ってください。通常の時に ST リーチ来たら熱いんですかって言ってますが、 ST リーチってあのあれホラーバトルかなんかなんですか、ね、あーでもまあ予告とかあまり知らないですね、うん、まあ当たってる配信もあったと思いますけどね、はい、7点含めていろいろ弱くなってるのが面白い、名前はガロで決まりですね、いやガロはもう完全にお父さんパチンコ好きやなって言われるよね、ボンちゃんいい笑顔で手振ってねってね言われてますけどね、ボンちゃん徹夜で満州小僧退治はようって言ってますけどそんなみたいにずっと言われてますね本当に ね、 そうね、皆さんこんばんは、今日も夜遅くまでお疲れ様です、見られないメガネさんがいるけど新人ですかってことでね、久しぶりのボンちゃんですね、あ僕ですか、はい、新人です、新人ようしゃべる新人ですか、しゃべり慣れすぎやろ、そうそう、しゃべり慣れすぎボンドファンの女子です。今日見れて嬉しいです。マジで？嘘？ありがとうございます。テンション上がりすぎでしょ。ねえ、ネギシに誘いしてとか、ね、優勝したらボンドマネージャー脱がすこともできるんですかって言ってますけど、脱がしたいの？誰とぐ？見たいの？別に最後に罰ゲームでもいいんだよって言ってますけどね。ああ、そうですね。まあまあね、飛び火したら面白いですけど。お前。奈々が勝てばなりそうな感じもありますけどね。罰ゲーム指名対象は MC も含まれますか、まあ、それは優勝曜日にお任せします、和骨今日伝説を作ると聞いてきました、応援してますってことでありがとうございます、ありがとうございます、はい、ボンちゃんこっち向いてってねいいですね笑顔で、コマコマが3位に入ってるってことでね、根上奈美の副主任もね頑張っていただきますので、はい、コマ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 、そうそう、あコマコマご存知ですか、名前だけは、あ名前だけ、いや名前だけ先走ってるような感じしますけどね、はい、名前と実績だけは知ってます、実績だけはねいいですね、はい、今日当たった後 BGM 変えようとボタンを押してたらいきなり当たって椅子から落ちそうになった ST6 回転目の出来事でしたちょっと油断してたね、はい、マイコサモコツ今日も頑張ってありがとうございます、王子こんにちはでね、ありがとうございます、包みいないんやったら今日は無理やなと思いますけどね、なことないね、なことないですよ、おお、どうだったどうだった、計算だった、計算だったで、一応チャンスですね、こっからの発展来るやろこれ、結構ね今回剣刺さってるんですけどもね、あんまり当てない、外れパターン多いですね、マジっすか、ザンタ剣だったら激アツらしいんですけど、あ普通の剣やったら、そうですね、まあでも展開次第だと思いますね、ですね、それが弱いんだよってね言われてますね、予告次第ですね、そうですね、もう一回もう一回、あのガロ剣のねカウントダウン予告とか来れば熱いんですけど、大丈夫です、20%くらい、あやばい、もう一回大丈夫です、あこれはあ、これは疑似います、まあ疑似3ぐらいまではね、まあ言ってくれますけどね、じゃあローリングしましたね、おっ天使これ発展確定ですね、変身確定ですね、変身確定、はい、よっしゃー、これは熱いですよ、ほらほんかもうちょっと熱そうでしょ、はい、さあボンちゃん当たるかな、熱っって、これでもう一回赤来ないの、来ないね、緑ちょっと不安やな、今回ね軍予告もあるということで聞いてますね、だが6多いんでかい、今回剣もまあだけどねーって言われますけど、ね、一応変身は確定ですね、あーでもあー落ちて、何だっけ、ライトニングフェイスオブガロもなければパーフェクトオブなんもないフェイスオブガロもない、あー弱いなー、弱いアニメ行けーって言われてますけどね、アニメ行ってたらちょっと熱かったですね、あーそうなんすか、もんちゃん外したら分かってるよねどういうこと、そう毎回あーブレギですか、吐いて熱いの来たーって言われて、赤いやつ強いですよ、赤い方の剣や、顔なかったーってね、無理って言われてますね、いや分からんすよまだね、何が分からんすよ、何が分からんすよ、ナイスキャッチ、名キャッチャーにはかなわんって言われてますね、あのレギュレースがね、あのナイスキャッチするんですよね、古田来た、つらい、あもう微妙、お疲れあこれレギュレース古田になってんね鉄壁のキャッチャーですね、いやどうかな、ちょっと弱いか、レギュレースは、あナイスキャッチ、ボタンすらなかったっすね、ナイスキャッチ、レギュレースの兄貴、ないな、強いなこいつ、そうそう、はい、ナイスキャッチ、あかんかんあかんやつってやってますね、あかんやつ、リーチがね、やっぱちょっとですね、はい、解散ってやってますけどね、まあね、やっぱりお顔欲しいですね、さすがフル、顔欲しいですね、はい、お疲れってね、言われてますけどね、名キャッチャーには勝ってるんで、デデーンって言われてますけどね、
まあ、リーチもね、やっぱり熱いところ行かないと今回ちょっと厳しいのかなって感じですね。矢のような返球がない分、古田より優しい。よし、トイレ戻ろうかって言ってますけどね。まあまあ、まだ始まってね、30分ぐらいですので。そうですよ。終了キャッチ、城島以上のキャッチャー。キャッチャーみんな好きやな。キャッチャーコメント多いな。鉄壁のホール系者の見てますね。はい。いやすごいな。最高点じゃ無条件で罰ゲームですねってね言われてますけどね。どうでもいいけど早く当ててください。では頑張りますね。はい、頑張りますよ。このスタイリッシュが出せる。ノリノリ店長が本社行ったって言ってたけど、マネージャーになったとかじゃないんですかって言ってますが、前のね、あの東大阪の、あの塩脇店長こと、あのドラえもん店長がね、はいはい、本社移動ということで、あの、そうですね、先日あの配信でご挨拶だったんですけども、はいはい、まあ、一応あの所属部署があのライガーさんとかと同じなのかな、確か。そうです、そうです。営業推進部でしたっけ。そうですね。細川さんとかね、女性のね、あの細川さんとかと一緒で、東大阪にいたズッキーさんこと鈴木さんと一緒というふうに聞いてますけどもね。まあ、まだ会社説明会で出ていただけるんじゃないかなと思ってるんですけどもね。はい、ああ、そうでしょう。はい、まあまあ、その時はね、またぜひ皆さん見ていただけたらと思いますけどね。ぜひお願いします。はい、マミー&ランカ VS トミー&ピチカーのタッグマッチいつですかって言ってますけどね。見たいそれ。まあでも今回ね、28日本社からやるっていうふうに聞いてますので、あの会社説明会ね、なんかハロウィンにちなんでいろいろなんか 女だらけやりたいっていうふうにマミーとランカちゃん言ってましたけど、ボンちゃんなんかメイクするんでって言ってましたけど。28 え、まあ、スケジュール確認しようとしますね今ね。はいはい、もうそのつもりで多分マミ進めてましたけど。マジで。はい、一応あの、はい、本社ニコ生の LINE があるんですけど、それで、はいはい、あの一応こんな感じでやりましょういうふうに言ってましたけど。ああ、ほんますか。はい、言われてましたね。庭所店長当たりはするが、レンちゃんが最近はって言われてますけど、まあ初当たりはね早いんですけどね。あれマクロスの時ぐらいからですかね、初当たり早いけどあんまり連チャンしないっていうのがね。まあでもこのために引き取ってたんじゃないかなと思うんですけどね。そうそう、はい、今日は、今日はね、ちょっとどっちかはとりあえず先に当たっていただけたらあと楽かなと思うんですけど、はい、当たった。おお、これは熱いでしょ。これ疑似連ですね。疑似3確定ですね。はい、ね、まだ当たってないよね。まだ当たってない。当たったって言ってますか。緑緑、まあ、ここからの予告次第ですけどもね。あ、今回私まだあの疑似連をまだ1回も見てない。あの軍予告をねまだ1回も見てないんでね。あ、ガロケン発動、これいいですよ。これいい、これいい、いいやつ、いいやつ、いいマジで。あの三大激アツの一つですね。嘘、じゃあ当たったやん。じゃあ当たり当たり。ただね、これ機能外れてるんですよ。嘘、はい、そうなんですよ。あの白石店長外しました。あいつ、おお、さあここから、ここから、赤金まで行けばいいですね。これなんかレインボーとかもあるんですよね。あります、あります。あ、そうなんですか。はい、今の何？もう一個、もう一回降りてきたらついですね。何でしょう。今の、あ、赤、赤、赤、いいですね。これ、あの顔出てきます。これ熱いでしょ。これ熱いよ。出てきた、出てきた。ボンちゃん大興奮。あ、来た来た、これ熱いよ。これ来たやつでしょ。俺もこれはね、これは来たやつですよ。熱いって言われますけどね。リーチがこれ、え、赤？これ熱い。あ、これワンチャン。ワンチャン？ワンチャンある？これで外したらもう分かってるよね。いや、これいけるでしょ。あ、緑か。緑？プープープーで熱いかもーってね。プープーパーフェクトオブフェイスボンちゃん。激アツの一画面。おーって言われてますけど。ステムマネージャー何回転ですかーって言ってますが、100回ぐらい？ 100 回ぐらいですね。150ぐらいかな。はい。これは、あ、プチ熱い。プチ熱？プチ熱いですね。これはワンチャンあるなって思ったけど、ほらーって言われてますね。ボタンプルプルあるってやってますけどね。あ、プルプルない。あ、2回あった。一応チャンスアップ。押し込め、押し込め。嘘、終わっちゃった。最後ボタン以外やったのに。嘘でしょ。嘘つけ。まだ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 、いや、まだあるでしょ、まだあるでしょ。やらかした、やらかした。いやー、乗り打ちやったらちょっと乗り打ちやったら、あの庭師王子おこですよね。乗り打ちやったらおこですよ。お前何してんねんってね。マリオで、あんた外れんの。周りの目痛いやつ、みんながフリーズ、ファーってやってますね。あ、おこに仕事したで、知ってた。詐欺やないか、こんなもん。いやー、緑でも青でも仕事するよって意外に言われてましたが、いやー、やっぱリーチかな。
これは助っ人というより足引っ張ってる。知ってた。もう出ないで。みんな手のひらくるくるすごいな。やれ。やらかしてくれた。終了で900超えの台座って何しとんねん。いやー今のはちょっと諸たな思うだけどね。期待の調整を使って。いや今のはちょっと。あれはちょっと心あれですね、折れるパターンですね。心折れんだよあれは。じゃあちょっと早めの当たりをね、あの期待したいと思います。これ堤店長見てたかな。堤下店長助けに来てと。緑が大引きましたね。やばい、やっぱりそうか、緑か。近い期1050年確定。それがガロってやつですね。わあ、そうですね、今のガロ原発動結構熱かったんですけどね。ボンちゃん徹夜行っておいでって言ってますね。いやもう徹夜行った方がええわこんなもん、ね、もしかしたら満州構造の方が早く出るかもしれませんね。毎回思いますが、こちらも画質悪いよねと言ってますが、これね、ニコ生の仕様になってるんでね、の私たち何も触ってませんので、はい、4キロ痩せて車用車をぶつけまくって詰められてるんですかって言ってますけどね。それ精神的な疲労じゃないですか。どんどん帰れるって言われます。違います板倉こっち向いて北山早当ててと言ってますけどね。ありがとうございます。はい、ザジ見れそうやろか、ボンちゃん外でようかと言ってますけどね。あ、これは締められるパターン。海行ってこうかと言ってますけどね。海ね、多忙の中わざわざ足引っ張りに来るって。いやすごいな。そんな言うてられるのも今のうちやからな。あ、まあ、また当たったら変わる。当てたるわなこれ。あ、なるほど。今ね、最高店長からあのLINE 返ってきたんですけど、はい、庭小店長からオファーがなかったのでって言われてますけど。どういうことよ。そういうもんちゃうでしょ。そういうもんちゃうでしょ。オファー待ちやったの。私ちゃんとオファー出したんやけどな。今からオファー出しましょうか。そうですね、電話してもいいですよ。いや今ちょうどね、はい、LINE 来てたんで。あ、よかった。あの別件ですけど。あ、別件でね、はい、送っておきます、はい、激アツハムレターで最後今から来いよで、ね、今日はボンちゃんあるから庭小王子しずく人のせいわらわらこんなもんってアップルシード行こうかってね。今からオファー出しても間に合うってやってますけどね。いや、堤店長今の見てたから、やっぱり堤下店長必要なのかな、ね、オファーしようって。いや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 、もう一回引く。こっからでしょ、だって最後、あひゃひゃ、これオファーな。お詫びのリーチが来ますから。あ、お詫びね、はい、はい、板倉最後デートに誘えと言ってますけどね。先週来る気全くなかったからなと言ってますけどね。そうそうそう、あの上の空でしたけどね。試みませんわらわらと言ってますけど、天使のボンちゃんが悪魔に人のせいにした、さすが腹黒と言ってますけどね。いや、次の千里の放送荒れるなこれ。完全に荒れるな。間違いないな。はい、三丁目のガードレールに傷ついてますが、北山さん知りませんか、by 茨城省と言ってますけど。違う違う、お詫びのリーチで当たりやないんやなと言ってますけど。確かにね、こんばんは、初見ですってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。今日ね、2時までまたお付き合いください。ね、必要なのはサイコより包みと言われてますけど、いやでもね、あのサイコ店長もね、ご結婚されてからすごい調子がいいっていう風に聞いてまして、この間着信ありで調子良かったですね。そう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 、でこの間のあの千里配信でも上手打ったんですけど、はい、上手ずっと当たってましたからね。でなんかプライベートどうなんですかって聞いたら、プライベートも好調なんですよって言って。あ、そうなんですか。なんかあのルパン売ってるのかなと思いきや、エヴァンゲリオン売ってるみたいで、結構いい感じで勝たしてもらってますっていうふうに聞いて、言ってましたけどね。羨ましいですね。流れなんですね。じゃあいいですね、人生的なあれですね。羨ましいですね。必要なのは最高より包み、気持ちよく寝させておくれってことで、当たりね、見たいってことですね。そうですね、はい、今日ダンバイナッシュ中の赤保留外れた、外れるんやねってことでね。あれ結構熱いって聞いたんですけどね。千里と斎藤って近いんですかって言われてますが、割と近いです。そうですね、北摂エリアに関しては割と近いと思いますね、距離的には。そうですね、お車あればね、あのすぐ来れると思います。すぐ行けます。海でお詫びの魚群に何度裏切られたことか。まあ魚群はね、魚群はね、魚群はあってあれもね、はい、信頼度そんなないですよ。そうですね、だんだん下がってるイメージあるんですけど、ね、ですよね。はい、昔は鉄板でしたけどね。鉄板でしたね、はい、結構な信頼度でしたけどもね。サイコよりも堤の方が信頼できるよって、ね、お詫びせんやいかんのは大事じゃなくて北山マネージャーって言われてますね。家庭も仕事もいまいちな北山って、これ誰やろ。え、これ誰やろな、身内感。家庭はあれやけど仕事はしっかりしてるよ。そうね。家庭はあれやけどって。舞子さん、僕は和式派ですが舞子さんはいかがですか。ちょっとごめんなさい、意味が分かんないですけどね。トイレの話かな。サイコ店長は記憶力が…てんてんてん。キリン川島も結婚してから競馬パーフェクトに当ててるねって。あ、なんかあるんかな、新婚パワーあるのかな。羨ましいな。羨ましいですね。215分の1の009時短後のサポホリューで当たった、今のところ5連続時短で引いてる。いや、すごい引きですね、羨ましい。
いやみんなねエンジョイしてますねパチンコライフをね。うまいな、羨ましいですね。王子見せてくださいと言われてますんでね。いや王子はね結構腰たんたんとねあの打っててポンと当たるタイプなんで。ちょっと待ってくださいよ、ね、ちょっとお待ちくださいね、はい、今溜め込んでるんで。そう溜め込んでますから、溜め込んでるんで、はい、はい、気を溜めてますんで、はいそういうタイプやから。熱いリーチ来たら喋り出すもん。そう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 そガロ好きの僕にしてはまだ。そうですね、よく金色は打たれてましたから ね、 ね、はい、ちょっと今自粛しております。自粛してるんや。あ、なるほど。ボンちゃんも今の相手と離婚して同じ相手と再婚したら運気上がるっちゃう。そんな面倒くさいことせえへんわ。北山はあと何ヶ月で離婚すんの。せえへんわ。ボンちゃん眠とうなってきたと言われてますけどね。いやー、まあ、当たらんからね。待ってください。はい、今来ました。まいまいボンちゃん王子 JP さんお疲れ様。まだ当たってないのってことでね。いやボンちゃんがねちょっと激アツ外れちゃいました。いやもう当たりそうやったんですよ、ほんまに。当たりそうやった。当たりそうやったね。そうやね、そうやね。当たってもおかしくなかったね。当たってもおかしくない。ボンちゃん店長招集かけましたかってますけどね。一応まあ最高年長は LINE 来てましたけどね。あ、一応招集かけてそっから返事が来てないです、ね。あ、無視してますねみんな。サワラの神なんとやらですかね。既読スルーでしょうか。そうですね、いやいじめかな。、はい、サポホールで引いたけど加速ラッシュスルーした。まあでも業務まだされてるのかな、お二人とも。そうですね、はい、そうです。今日009で天使疑似夜初めて見た。なお単発の模様、あ、残念でしたね。頑張って店長打ってね。北山マネージャーは木村と同じ香りがするって言われてますけど、木村ってあれですね、鶴見の主任の木村主任と同じ、はいはいはい、似てるかな。同じ匂い、同じ匂いがするって言われてます。どういう意味わかんない。わ、私が言わしてもらったら多分似てないと思うな。はい、板倉は離婚して俺と結婚してって言われてますけどね。相変わらずの男ファンがいる。いやすごいね、安定のねえ。おはようございます。人気あるね。既読するは犯罪って言われてますからね。まやで。いつ頃店長は大当たりボタンを押してくれますか。いやーね、外れましたねボタン。ねえ、あったらね当ててましたけども ね、 ね、まあ、でも一応今金来てますね。あ、金は来てます。ギジさんです。いやこんなんはよくんねんけどな。そうそう、ボンちゃんの方ね金系の予告は結構多いんですけどね。そうそう、やっぱ顔出てきてからのリーチかな。そっからですかね。既読より未読スルーかも。未読スルーはちょっと傷つくよね。まあまあ大丈夫でしょう。緑からビッグマウスで、あ、熱いでやってるけどちょっとどうかな。あと発展次第ですね。発展してくれもう。まあ、さっきみたいにねガロケン発動とか出れば熱そうですけど出えへんよな。まあ、今回ね主人公があの、三田村邦彦さんの息子さんということでね、ちょっと変わりましたけど。そうなんすか。そうなんですよ。なんか甲賀と薫の息子っていう設定らしいですけどね。激アツって言われてます。あ、一応アニメ行きましたね。アニメ行きました。アニメから発展すれば熱いんじゃないですか。あ、思わすか。はい、金って言うだけ以上の熱さがない。まあまあね、背中すすけてるのは泣きの竜って言われてますね。はい、徹夜って背中がすすけてるっていうやつかな。あ、これは泣きの竜ですね。はい、まもなくボンちゃんのお尻にガロケンがって言われてますね。初当たりは軽いイメージだけどどうだろう。確定、あ、これ発展確定ってこと。あ、思わすか。あ、でもしょぼんってなったけど。あかんやん。ほら確定中来た。ほらみんな嘘はやめてね。そんなもの疑似さんであんなんで終わったりするんですか。ありますね、最近の台多いですね。マジでもう詐欺やないかも。ニワショー店長結構あるんですよね。金色でもありましたよね。金色でも、はい。あ、そうなんですか。疑似さんでも発展しないパターンありましたよね。マジでもう疑似何本までいったらええの。じゃあ疑似4だったらもう確定ですね。4、はい、詐欺バロタわらわら。確定と甲賀もやることやってんな。そうですね、外れ確定ですね。わかります、甲賀キュンてん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 ね。まあ、やっぱり初代ガロというかね、甲賀はかなり人気ありましたんで ね、 でね、また甲賀の代出してほしいってお声も結構聞きますけどね。まあ、あの方ね結構あの主人公の方ね結構かっこいい方でしたんでね。そうですね、演出インフレしてるからなということで、まあまあまあそうですね、出やすくはなってますね。ああ、なるほどね。009疑似連しまくる許して、まあそうですね、機種によっては疑似連多い台もありますね最近。じゃあ、今時金じゃチャンスだもんねということで、それも機種によるかな。金が熱い機種もありますからね。まあその上のあの激アツ柄とかもありますので、
まあ、この柄でいうとね、三星柄とか。いろんな柄だし、すげえいいですよね。確かに。まあ、あの各メーカーさんね、あのちょっと違うものということで、いろいろ柄出てますけどもね。そうですね。甲賀の台はファイナルのタイトルで出してもうたからなってことで、そうですね。ファイナル予想もいましたね。そうですね。当たり確定とは言ってないわら。上のワイプなんて北山映してるのわらわら。北山ってほら友達からこれ。ええすよ。刑事蝶々柄、せやな。そうやね。虎とかね、紅白柄とかもあったね。言うても初代柄も疑似3決め止まりとかあったよね。多分あったんじゃないかな。いや、ありましたよ。ね、金じゃなくて金。めちゃめちゃありましたよ。ありましたよね。はい、まあ、でも初代は結構疑似3から発展すれば結構期待できたような感じ。そのイメージ、ね、ありましたね。カブトムシおじさん出待ちで疲れてる。あ、今回あのバトル、あのラウンドバトルが相川翔さんなんですよね、確か。カブトムシおじさんって言われてますけどね。カブトムシね、あのたくさん確か繁殖してるのかな。あ、そうなの、ね、そう確かに確かに。ね、罪店長来てってね言われてますけど、罪店長もうあれから見てないんじゃないかな。はい、今やどこが1位になるかよりもどこが当たり引けずに終わるか勝負と言ってますね。まあ、とりあえず曜日、各曜日何曜日から始まってるんですか。ね、先週の土曜日ですね、寝屋川南からスタートしました。じゃあ今日が最後。ね、最後がね、一応日曜日の生手なんですよ。明日が JR 奈良で、今の土曜日と日曜日各週でやってるので。あ、そうなんや。そうなんですよ。あの土曜日一応奈良と寝屋川でやってるので、明日が JR 奈良で、明後日があの生手ですので、一応生手で最後ですね。日曜縄手とどこが学習でやってるんですか。あ、野崎です。あ、野崎はやったんですよ。野崎やりました。ああ、そういうことか。はい、で、まあ、一応全曜日という、まあ、全店舗ということで。え、じゃあ斎藤も千里もやるってこと。斎藤と千里はね、あの店長がやりたいといえばやりますけど、まあでも多分寝台入ってるんで別のやつやるんじゃないかなと思うんですけどね。まあでも斎藤店長はガロめっちゃ打ちたそうでしたけどね。まあ、非公式、そうそう、まあ、金曜日ちょうどあの茨城になったので、まあ、どっかね、北節の店長もしくはマネージャー出ていただけたらなと思ってたので、ちょうどよかったなと思ったんですけどね。はい、和紙通どうかな。ガロ怖くて打てません。北山マイナンバー教えてくださいって言われてますけどね。悪用する気満々やろ。まだ多分発行されてないんちゃうかな。はい、そうそう、ボンちゃん、そういう台を逆に打たしてるんですよ。でね、北山さん、お金貸してください、茨城署より。おかしい。警察。茨城署カットインしてきますね。ね、誰やろ。刑事の竜の、まあ、めっちゃ情報竜出るよ。でね、泣きの竜って各編が2回4ラウンド通常で終わるやつ。ガロ怖くて打てません。ボンちゃん王子、約1ヶ月後に検定試験があるんです、応援して、今勉強しながらラジオ感覚で聞いてるということでね。ああ、頑張ってください。何の検定ですかね。はい、検定もいろいろあるけど、何やろう。漢字検定。なんで漢字検定。あ、なんかね、なんか国家資格なのかな。応援してます、いつでも。そうですね、あのラジオ感覚でね、ありがとうございます。ありがとうございます。耳障りで申し訳ございません。すみませんでした。はい、はい、このウェスカーとボンちゃんのエリマネ一騎打ちみたい。あ、でもエリマネでやってもらうのも面白そうですけどね。あ、そうね。ね、最近まあウェスカーもちょっと連絡取れないんでわかんないですけどね。連絡取れない。そう、ちょっと忙しいのかわかんないですけどね。あの LINE なんか既読なってるのに返ってこないっていうね、ちょっとよくわかんない現象になってるんですけど。ありますあります。たまにありますよね。あります。奈良って鹿以外に人いてるの。いてるよね。奈良って鹿せんべい有名。そうですね。鹿は人ちゃうやん。ちゃんと当たってたよ。マカハナは一パチ待ちですってね。ボンちゃん、結果によって北節行くの考えます。頑張ってねって言われてますね。あ、マジですか。お、じゃあちょっとね、頑張ってくださいよ。奈良は鹿と仏像以外何もいないよ。おるわ。明日の奈良は徹底に鍛える。そうですね、数学中にね、はい、頑張っていただきたいですね。あ、簿記検定試験、税理士になりたい。あ、いや、税理士さんね、ほんと難しいですもんね。簿記も大変だと思いますけどね。頑張ってくださいね。頑張ってください。簿記の勉強しながら聞くもんちゃうでしょう。すごいね。集中できるのがすごいけどね。いや、でも雑音があった方がいい。まあまあ、息抜きにね。確かにね。はい、こんばんは、初見です。当たり出ましたかってことで、すみません。まだ当たりはちょっとお見せできてないんですけどもね。当たりそうにはなりましたよ。当たりそうに。許可とないのってことで、許可と多分小田原じゃなかったかな。はい。簿記大変、ね、簿記大変そう、頑張ってくださいってことでね。怪物が出てくる台が怖くて打てますね。台から生首出てくるし、これこの台のこと言ってるのかな。はい、
5級は2級取った後1級のテキスト立ち読みして即諦めたわけでね、あの2級と1級の、ね、壁がやっぱり難しいみたいですね。すごいらしいですね、はい、大概国家資格は2級と1級の壁すごいですよ。そうですね、あの英検とかもそうですからね、準1級と1級の差もあるっていうのを聞いてますので、当たりみたいんで頑張ってくださいということでね、ありがとうございます、頑張ります。たこ焼きさんはどうせ当たんないので期待しますそんなん言うたら中上でじゃまた拗ねるから本当拗ねるから、はい、結果以外によってはリストラもありえる。嘘、そんなの税理士なら簿記検定受けなくてもいいのに、昔簿記1級取ったけど全部忘れた。これ使わないと忘れますね。電卓叩きながらキーボードを叩きながら聞いてます。皆さんありがとうすごいな、めっちゃ器用やな。収集力を切らさずに頑張ってください。リングいつ見ても10箱積んでるけどあんなに当たる台なのかなってことで、あれかなマックスの方かな、まあ、でもリングもね継続率結構ありますのでね、 80% 以上あるから、まあでも連チャンすれば大きいんじゃないかなと思いますね。北山さん、中古のパトカー買いませんか。負けときますよ茨城署より茨城署カットインすごいなグイグイくんな、なりすましたぎでしょこれ。逆に怒られるよね検定頑張ってください。私は来年のケアマネ試験の勉強してます。お互い頑張りましょうってことでね。ケアマネじゃもう難しいですからね。なんすかケアマネって。あの介護の、ああケアマネージャーっていう資格があるんですよ。一応介護福祉士とって、3年後やったかな、6年、実務経験積めば確かケアマネージャーの資格取れたはずなんでね。あ、そうむちゃむちゃ難しいですよ。大変っすやん、みんな勉強してますね、すごいね、はい、いや僕らも勉強しましょう。ちょっともうちょっと僕勉強します。リーダーの資格取らなあかんぞ。リーダーの資格、リーダーの資格、ディーラーの資格取りに行きます、ね、あ、わかります。学校行きます。学校行くの店長忙しいのに行けるの一級船舶なら持ってます。王子仮面ライダーの配信時間お願いしますと言ってますね。配信時間、あの次回の配信仮面ライダーフルスロットルっていうか、あれみたいって。次回ね、うちじゃないんですよね。次回はね、斎藤、千里、その次ですね、茨城は。斎藤も入ってますね。そうですね、どうかな。まあ、堤店長がね、結構打ちたい台があるみたいなんで、まあ、もしかしたら仮面ライダーやりたいというかもしれませんけどね。絶対言わない、言わない。あの人ね、はい、ちょっとセンスがおかしいえ、いやいや、ちょっとね、はい、ちょっとね、ちょっと変態ですもんね、はい、うわー、剣がずれた、ずれた、ずれた、ずれたってか刺さらんかった、ずれたってか、すいません、ずれたってどういうこと。あのずれた、ずれたっていうか、あのずれていた、ずー、ずるいた、ずる、いや、あのね、すれてもうたね、はい。堤下店長だったら、この間のリアル鬼ごっこ、はいはい、とか打ちたいとか言うでしょ、はい。昨日か一昨日も一緒におった時にもなんかしょうもない気が打ちたい言ってましたよちょっと香ばしい台好きなのかな、ずれと。いや、香ばしい台好きですよ、あの人。あ、今 LINE 来まして、二人で来てくれる人です。おっ、応援に駆けつけてくれる。いや、素晴らしい、ありがとうございます。いや、まだちょっと時間ありますんでお待ちしてますよ、お二人。ありますよ、待ってますよ。これあれでしょ、ただガロ打ちたいだけでしょ。私もそう思う、私もそう思う、完全にそう思う。間違いなくこれです。間違いなく、そうそう、嘘つき最高返上ですよ皆さん。これでゲイ方めっちゃ面白いけどなこれでゲイ方もこっちにも考えあるからそうそうほんまやね。簿記1級持ってるけど3級が一番難しかった。初見です。ゆうすけさん、ゆうきさん、こんばんは。絶対初見ちゃうよね。ありがとうございます。しかも漢字バッチリ合ってますからね。ゆうすけさん、ゆうきさん、それこれ身内ちゃうから。いや、だって、そうでしょ、どっかの店長でしょ、これ絶対でしょ。森しげきちゃうんかな。森しげきでしょねえ、はい、最近タコさんすねることをネタにしてるって、ね、前は岐阜の出玉がえぐい、タワー乱立って言われてますけどね。まあでも岐阜どうでも出玉の出率はすごいというふうに聞いてますけどもね。岐阜ね、はい、リングの10箱は桜です。そんなことないよね。岐阜はね、岐阜結構あの連チャンすごいって聞いてましたけどね。やばいっすよ、あれは。岐阜あれは出ますよ、あれは。あれは出ます、あれは。そうそう、演出うんぬんというよりはね、出玉だけで考えたらトップクラス。あれは出玉はやばいっす。そうそう、あれは結構、あれもね、7万発、8万発つくって聞きました。あれ目つぶりながら打つもんですからねそうです、そうです。ほら、ユーゲン怒られる。あ、すいません、頑張れ、しかし強いってね。キコーナさんで店長とかエリマネに上がるのに試験あるんですかって言われてますが、なんか一応あるっちゃあるですよ。 あるっちゃある、あるっちゃあるですよ、あるっちゃあるですよあるっちゃあるですよ。あの、タラちゃん、タラちゃん店長になる前っていうかはいはい、まあ一応、あの、まあ、主任としてちょっと期待されてる、なんていうんですかね、店長前の店長前の、はいはいはい、研修テストみたいなのもありますよ、はいはい、
まあ、それ一定以上のね、ちょっと点数取れないと、まあ、上に上がれないというふうに、そうですそうです、ね、聞いておりますけども、ね、まあ、今の役職の方ね、主任さんとかは結構その試験受けてるというふうに聞きましたけど、北山、今年1年を漢字1文字で表すと何やった？まだちょっと早いですけどね、まあ、とあと2ヶ月ありますけど今のとこなんすかね、今のとこ、はい、どうやろうな、ほらフリーズしたやないかいや、なんやろ、あ、今思い返して、忙しい、あ、棒っていうですね、多忙の棒ですね、なるほど、いいことですね、はい、ケアまでも大変ですね、頑張ってください、また検査していこうって、ね、今日当たらないフラグですか言われてますね、いやいや、もうちょっと当たります、はい、もうちょっと当たります、はい、ガルが帰省前の最後のマックスで聞いたんですが、ライダーもマックスですよねということで、一応この10月に出る台が最後というふうに聞いてますね、そうですね、はい、壊しやがったずれた、やっぱり包みいないと当たらないねと言われてますけどね、いや、ほんまあの人来てそっと当てたらほんま裏までもうニアショーでちょおこなりそうですけどね、それどうなん自分みたいな、ね、シャフクも回復も毛穴でも持ってる、あ、これすごいな、剣どっか行った、俺が保留に油塗っといたから剣滑ったって言われてますね009VS デビルマン、どっちもパチでしか知らんけどおもろいんかなってことで、これ映画がね、なんか公開されてたみたいですけどね、絆システム発動、ついに試みる日が来ましたねってことは、つづみ店長来週はまさかのパール7つんからだとやってますけどね、香ばしすぎるやろくるくる詐欺ってね、リスってるから剣がずれる、さあ残り1時間早当てて、2人来たら来たいままね、徹夜流しとやってますね徹夜そんな音をしない、初見だよかわいい、まさかの試み発動、ここ来れる人みんな来たらええねんと言われてますけどね自分も子供店長やってましたね、009は何待ちですかと言ってますが、まあどうですかね、議事さんの天使系予告、あとなんやろうな、まあシャッター、シャッターとかね、009シャッター、激アツストーリーリーチ待ちじゃないかなと思いますけど、北山マネージャーオムライスおごってくださいと言われてますけどなんでこれあれですね、これそれはもう刺激ですねあ、それはもうネタが分かるから、ね、ありがとうございます、はい、あ、業務中かな今ね、それあのひらがなでオムライスって書いてます、ひらがなです、はい、これ刺激、刺激ですね、なるほどなるほど、刺激ですね、間違いない、刺激か、刺激か、あの白石、白石君かどっちかですね、多分あれでしょう、もう刺激しかないですね、刺激ですね、じゃあ、はい、北山マネージャーゴマスリでのし上がったんでしょうって言われてますけど、ほらやめえやめえね、実力や、そうですね、北山マネージャーの今年の一文字は車じゃないんですか、車ね車ね、まあ、車も大事やったね、車もでも確かに取りましたし、そうですね、なんかいろいろと変わりましたよね、その店長からまたマネージャーにもなったりとか、まあ、環境もね変わりましたし、はい、まあ、やることも増えたのかなっていう感じですけどね、なんかバタ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 ずっとしてたなっていうイメージはありますね、まあ、それも含めて忙しいというね、どうかなと、ボンちゃんの剣も弱かった、情報流待ち、あ、そうですね、剣スルーしたら数回転でまた剣飛んでくることがよくあるよと言ってますけどね、なんもなかったね、はい、ない、いやーこれマジで堤店長来てすぐ当たった、ほんまにすごいな、いやもうそれはそれはでもすごいっすよ、ほんまにねえ、はい、いやでもファイナル打った時はそうやったんですよ、すぐ主任と変わって当たったんですね、すぐ、そうそう、あれはすごかったね、疑似練のたびに役物動くから壊れるの早そうだねって言ってますよ、今回ねこのローリングすごい回りますね、結構ぐるぐる回るんでね、目回りそうですけど、前のやつも壊れやすかったですね、そうですね、ファイナルとかも顔が、上に上がらないとかありましたけどね、同じ台で情報流3連続で外れて、それきつい、あ、今なんかブルブルなった、ブルブルはなりましたけど、なんかこれめっちゃしょっちゅう言いますよ、ブルブル、あ、しょっちゅうブルブル言いますね、はいはい、あ、ボタンブルブル今回多いのかな、多いっすわ、ダメっすわ、あ、そんなばっかやな、なんか出現率赤上げて上がんねえ、ということはその青保留、あ、この保留だったのかな、この保留ですね、発展するのかな、北山お金ないんで人間ドックの金出してって言われてますけど友達これ、頭をドラムロイドに乗せ替えることはできますか、無理やな、用意した球なくなるんじゃない、今日はね、あの主任さんがね 20箱あの置いてくれてるんで多分大丈夫だと思うんですけど、そんだけあれはまあ大丈夫でしょう、いや大丈夫ですよ、ね、ボンちゃんが変わってないのは夫婦関係だけですか
うわ、新和商店地の激アツイケメンカットイン来たってさっき来てましたね。ヤクモノ壊れたら店員さんが直すんですかと言ってますが、いや、ね、店員さんは直さないです。業者さんが来てくれる感じですかね。そうです、あの、取扱い主任者の、はい、あ、そうそう、ね、そういう資格がいるんですよね、はい、資格がいります。それはそうですよ、それはそうです。ブルブルの色が大事ですよ。そりゃそうでしょ。それそう、なんか言うた、なんか言うた、ね、板倉店長は代を凝視して打つよりもよそ見しながら打った方が当たるんじゃないと言ってますね。そうですか。はい、みたいですよ。よそ見しながら打ったら当たる。これあ、なんかオカルトかな。オカルト、なんかジャグラーのランプがよそ見せない光ってるからね。そう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 、そうよよ言いますよね。ありますけど、はい、僕、タバコ吸ったら当たるかもしれない吸いますか鎌田の店長 MC しながらタバコ吸ってましたよこの間いやークレイジーやなーと思いましたけどね。やるなーと、自由すぎる、自由やなー思いましたけどね。あそこまで歌舞伎ないさすがに、さすがっすよ、ね、本当に。この間の鎌田の配信ちょろっとだけ見たんですけど、はい、タバコ吸いながら MC やってましたから、ね、めっちゃかっこよかった。ハマキ似合いそうって言われてましたけど、ね、あれはちょっと面白かったですね。斬新すぎると思って、みんな結構ね気使ってお花摘み行くんですけど、はいはい、てかすごいなそれ。そうそう、あのこうマイクつけてここタバコを話してめちゃくちゃやるやんな。あの人こそ歌舞伎もんやわ、ほんまにすごい、すごかった、すげえな。This is 機関坊やね、これね。そうそう、さすがやわ、さすが歌舞伎もの。ほんとにラルカンシルでいう剣ですよ。そう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 、ギターギターね、ベースギターやりながらね。あ、確かに、そうそうそう、いいようによっちゃなんかいい、かっこいいけどね、いいようによっちゃね。そうそうそう、お、おお、今金でした。いや、え、黄色でしょ。黄色か、多分。あ、ライガーってことで継続。あ、ギジさん、ギジさん、お、キラリいいよーってなってますよ。ギジさんも3回目ですよこれそろそろ、お、赤、いいですよ、赤、赤熱いですよ。これは熱いんちゃう。え、あ、熱いんちゃう、熱い、熱い、熱い、これタイムストックいいですよ。マジでチャンス、よし、おー、おー、おー、まあ、これ、え、黄色、金、金、一応金です。金でしょ、金色ですよ。あ、お、保留 SP は熱いよーってやってますよ。ピコピコン、もう一回、もう一回、ピコピコン、あれ、もう一回、うわ、ないんかー、ないんかー、ボンちゃん、ハンド一回欲しかったっすね。あ、ザジ来たって言われてますね。ザジリーチ、はい、顔怖いってね。お、タイムストック初めて見たってことで、配信ではね、結構タイムストック来てるんですけど、そうですね、結構レインボー絡んで当たってるパターンは多かったです。まだいける、モロタでしょう、まだいける、まだいけるって言われてね。そう、残念、さようなら、モロタどっちやろうな、どっちやねん、もう熱いけど超微妙やっぱりちょっとあの、パーフェクトフェイスオブガロンなかったからかな。確かにね、そんなんばっかやな、なんか。あ、でも4割すごいな、終わったっていう人とまだあるっていう人が分かれてますね。ああ、じゃあそんだけ微妙ってことですね。タイムストック外す、タイムストック自身5-0。あ、来たんかな、転勤で来週からかまだ勤務なので池澤さんに会える。おお、スタッフさんかな、北山平子いてプープーって言われてますけどね、はい、今日隣が当たってた、それで。俺当たるでしょう、来るかな。おー、いい加減店長、そろ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 、もう1時ですよ今日。タイムショックの7点で外れました。つつみんなで当たる。あー、お疲れ様です。どうも今ちょうどいいとこです、今ちょうどいいとこ。これ、ボンちゃん、ボンちゃん当ててよ、ボンちゃん当てて、当てて、おおボンちゃんカメラ、カメラ、ボンちゃんカメラ、ボンちゃん、出ました、お疲れ様です。いや、堤店長来ました、お疲れ様です。なんかよ、堤店長が来たから当たったみたいな流れやってる。ほんまや、美味しいとこ持っていかれた。じゃあ違いますよ、ほら僕はあれですからね。はい、じゃあ堤店長も打ちますか、ガロガロ打ちますわ。ちょっとお待ち、お、ちょっと待って、おおお、今ガロ、あ、ガロ、あれですね、 VFX みたいなの来てますね。来てる来てる、すいません、北山店長、つつみんのおかげってなってます。違う違う、俺、自分の、これ、あ、これ、いいんちゃいます。おいおい、庭所店長の方ももう一回欲しいな。もしかして、もしかして庭所店長が来てますよ、これ。もう、あるかも。あー、でも、どうかな、 でもあるかもでしょ。あー、すいませんさすがつつみん持って、持ってます。少々お待ちを。じゃあ、北山カメラ一応一カメしますかね。はいはい、いや、つみ店長ね、あの、今日ちょっとお仕事ということで。そうなんです、ありがとうございます。結局ね、やっぱり来たんですよ。あれ、サイコ店長は、あれ、サイコは来ますよ本当本当に、言う
言ってましたけど来ますよ。あ、本当に。よかったよかった。あ、ポンちゃん頭かぶってる。ポンちゃん頭かぶってる。ちょっと右やっぱりです。はい。じゃあじゃあじゃあ。相川翔強いからなーと言ってますけどね。すいません。いやーすごいなー。一応これね、北山マネージャー当たってますんで。ゼブラマン強いってね。強いなー。突っ込んだ。さあ連打。かかったな言われてますからね。進みしたさんって本当に持ってる人なんやなちゃうよ俺やでマネージャーちゃうちゃう俺俺はありがとうございます。いやー堤剛腕って言われてますけどね。いや、堤下店長はだいぶ運ついてますからそうですね。鳩に運つけられるっていうそれで、ね、初めて3人で展示会あーいかんかったか単発かなあ、堤店長すいません音量だけちょっと下げてもらって4で、はい、4でお願いします。いや残念。まあ、北山店長まだね、北山店長まだ分かんないですから。あれ分からんでしょ。時短と見せかけてないシーンもあるんで。それもあります。そうね。まあ、その辺もちょっと期待しつつやりたいと思いますね。はいはいはい、いや、よかった。初当たりは何とか聞けました。そうですね、何とか。これで復活があれば、15ラウンドですね。もう13ラウンドで終わっちゃえば1755玉ということで。堤なら入れてたすごいなみんな今日出玉対決ですね。そうですそうです、はい、もちゃん声だけの出演ですかって言ってますけど、ね、あ、売ってる人が違うってことかな12ラウンド目で V 入賞するか台の右下見ててってことで13いったんでどうですかね。インパルスいるんですか。アタッカーの下の星に球が入れば ST 確定ですよって、ね、あなるほどね。なんでもいいけど、とりあえず北山は堤にお礼言いなさい。なんでやねん、おかしいやろちょうどいいタイミングで来ましたからね、びっくりしたけど。はい、まあでもね、堤店長はもう引き強いんで、もしかしたらすぐ当たるかも。なんとか貢献したいと思います。そうですね、ちょっと頑張っていただいて。いやよかったよかった。ちなみに最後店長は一応試みてるらしいですけどね。どういうことや。ちょっと遠いですからね。まあまあ千里なんでね、ちょっとだけ距離ありますけど。あ、まあまあまあ確かにそう。はい。ちょっと入店効果になってる、ね。今回どの曜日もトップになったら堤店長にサソリ食べさせる気ですって言ってますけど。やばいやばいやばい。あの森店長がかなり恨んでましたね。なるほど、インパルスだからか伝わった。で最後来いよ、行けたら行く、かっこ行かないって言ってますけど、ね。牙ゾーン見せてください。入店効果。これはボンちゃんのせいかな。さっきゼブラ柄だったもんね。つつみには台を打たないでそこにいるだけで当たるって言われてますけどね。なんかもう神様みたいになってますけどね。さあ、あー連打。一応これホラーバトルになるのかな。あーそうですね。じゃあね、最後来なかったらサソリって言われてますけどね。怖い怖い。相当無用でしょ、そんなの。そうですね、やっぱりつつみ店長様様ですねって言われてますけどね。フェイスオブガローの色は青、水色、黄色、オレンジ、黄色、緑、ピンク、紫、赤。あ、やっぱ赤が一番強いですね。紫、はい、紫もあるみたいですね。あ、そうなんですか。紫は見たことないな。いや、紫あるんですよ。そんなに強くないんで。あ、やっぱ赤なんや。あ、そうなんや。まあ本当に当たらないよ。やっぱり嘘つき最高かなと言ってますけどね。いやこれすごいね、千里の配信荒れそうですけどね、来なかったら。逆に来たらわーってなりそうやけど、ある意味得ですよね、最高店長。ただ来ただけで。金はないよ。あ、金はないんだね。北山は時短を堤に打たせた方がいいんじゃないと言ってますけど。嫌ですよ、自分で。自分でやりますよ。フェイスオブザマーと言ってますけど。この演算はなかなか当たんないというね、お声もありますけど。堤店長、ちなみにあれですかね、今回まだ魔界の花は初打ちですか。初打ちです、もちろん。いや初打ちです、ね、この初打ちはやっぱりちょっと堤店長持ってますんで ね、 そうですね。もしかしたら当たるかも。先読み来ましたね、ボンちゃんの方。これ変わった。青は弱いかな。ここから変化しないとほとんど当たらないですね。あ、なるほど。そうですね。ここであの牙ゾーンやったかな、入れば、ST 確定ですからね。まだわかんないですけどね。まだわかんない。一応まあ100回時短もしくは161回の ST ですよね。また演算幻なんとか仇のようにならないと当たらないってね言われてますけど、まあ、一応このあれですね、出玉対抗ゼロはなかったですね。どの曜日もありますね。よかった。堤、ええ、打たないので一応ね、宮城店長の横で打ってますので。そうですよ、横で打ってますよ。そうですね、ちょっと熱いパターンだったらカメラ持っていきますね。
堤店長、これから出るおすすめ台なんですかと言われてますが、これから、あ、仮面ライダーが、あ、やっぱ仮面ライダー最後のマックスキー、仮面ライダーがおすすめじゃないですかね。あ、なるほど、さっきね、仮面ライダーって言うかなという話してたんですけどね、やっぱ仮面ライダーでしたね。堤店長だったらバキとか言いそうやったんですけどね。はい、まあでもサイトも、仮面ライダー入ってるということでね。入ってます、10台。あ、10台、はい、どうします、来週サイトですけど。あ、ほんまですね、仮面ライダー行きましょうか。仮面ライダーやりたい、やります、はい、仮面ライダー行きます。なんかあれ、しょうもない機械打つんちゃうんすか。しょうもない機械好きでしょ。しょうもない機械ライダーってね言われてますけど、なんか最近出たしょうもないライダーじゃないから。しょうもないライダーってもう一回堤入り口から入ってきたら当たるんじゃないって言われてますけど。なるほど、はい、もう一回ね。ちゃうよ、今のはもう俺のあれやね。俺のあれ、俺のあれ。本当にいいタイミングでしたからね。え、仮面ライダーとか言われてます。回転方位はリーチなら確定なのかなと言ってますが、これね、ST 中は熱かったみたいですけどね。北山さん、さっきハンドル握ってたのは堤下さんでしょ、茨城署より。茨城署多いな。茨城署めっちゃ見てるやん。ねえ、ありがとうございます。本当にマイマさん、この台打ったってことで、いや打ててない、空いてないもんだって。こ、魔界の花全然空いてないですよね。空いてないですね。堤店長、自分よりヒゲの濃い店長誰ですか。これあれでしょ、森店長ちょうど。このヒゲネタ言ってくるの絶対森店長やから。何これ。あ、一応、あ、それ連打の数が決まってたっけな。ああ、なのでレン、あのリーチかける。ああ、そういうことか。リーチはなりますね、多分ね、はい。ああ、そういうことか。ここからですね。この後も緑保留を待ってますからね。どっちかで当たってくれたら。あ、これいいんじゃないですか。あ、それ入ってんちゃいます。はい、これ激アツですよ。激アツ、これ入ってんちゃいますか。入ってる、はい、入ってるっぽい。あの、いわゆる潜伏なんじゃない。潜伏なんじゃちゃいます。今までのホラーでクマさんは熱いですよ。そうですよね、はい、そうだよね。歴代熱かったはずです、はい、歴代クマさんホラー、森のホラーグマ。めっちゃめっちゃ興奮してるやん。引き戻し怖い。クマーって言われてますけどね。これ来るやつですよ。来るやつ、来るやつです、来るやつ。いや、絶対弱いやん、こんなエフェクト次第、エフェクト次第。ホラーグマいいぞ。来るよ、来るよ。あ、待って待って、ボンちゃん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 、やろー。うわー、入ってなかったんかな。いや、ほらほらほら、コメント荒れてるよ、コメント荒れてる。知らんやろな、もう。クマつえーって言われてますけどね。あんなクマなんか負けることあるんすか。釣られたクマーって練習してた。これはバグ、変えね。クマ強って、ね、やらかしおったーって言われてますけど。これじゃあ ST 入ってないんかな。じゃあ入らないですか。クマつえー。ちょいちょい JP さん来たって言われてますけどね。ほら、ホラーグマね、クマに馬で勝てるわけがない。堤なら勝ってた。あ、素体ホラーだったら確定。あ、素体ホラーね、ありましたね。あれ、星1じゃなかったですね。つつみんなら当たってた。あ、10回転なりきま、お、プッシュ、お、リーチなった。プーさん強い。でね、つつみんならね、クマ確定じゃなくなったんや。クマにも勝てない北山。クマに負けるなんて。まあ、一応大チャンスやったんですけどね。いや、もう、そんなやったらもう、サクッともう外れてくれちゃよかったな。あんな思わせぶりな。すごいコメントでも確定だよ、確定じゃないよみたいなこう言い争いになってましたけど、ね、確定じゃなかった、ちゃうんや、確定じゃねえってなってますけど、ね、まあ激アツは激アツでしたけどね。クマに勝てないとか、いや、やばいな、金曜日やばい、金曜日やばいな、やばいぞ、やばいな、これ。2時からやったら勝てんねんけどな。2時から聞こうな。1時50までなんでね、激アツ外していくスタイルと。いや、確かにさっきのは熱かったね。ちなみにこのエフェクトも赤だったらちょっとチャンスとかね、あるみたいですけども、はい、確定なのに外すとは。確定じゃないって言われてますけどね。素体ホラー星1は星が虹色ですよってことで、確定パターンがあるんだね。まあちょっと ね、手に力入りましたけども、満州構造に負けてクマにも負けるボンちゃん。ほんまやで、クマもどうせ 80% ぐらいあるんでしょ、勝率。結構勝率高いと思いますね、星2つなんで。5割以上は絶対ありそうな気する、あれ。マジか。ちょっともろうと思ったけどね。
いや残念ながら駆け抜け、いや時短かー、わー13ラウンド1回ですね。1750条玉、前の台どれか覚えてないけど、クマ確定の台なかったってことで、あれないから初代やったかな、あったのは覚えてますけどもね。保留がカードに変化もするよってことで、あ、それ、あ、試みた、あ、あ、あ、試みたよ、来た来た、みんな試みたよ、みんな来たよ集結したよ、北斗くん。じゃあ4人でとりあえず誰か当ててください。はい、行きます。はい、いやこれで嘘つき最高返上ですね。よかったよかった、いやみんなよかったね。ジェフさんマイクごめん、外しますわ。はい、すいません、はい、ちょっと渡していただいて。すごいコメント、あやや氷、いやこれがチーム北斗の絆ですね。そうですよ、すごい、いやいやっぽい。大丈夫。みんな苦笑いしながら来ましたけど、いやでもね、ガロ打ちたいというのもあったから、ね、いやそれにね、19日は KHP ですから、そうですよ、どうどうどう、その告知をね、はい、そうですそうです、せずして、そうですよね、それは何が北斗だってそうだっつってだっつっていやよかったよかった、来てもらってよかった、本当にね、最高って言われてますけどね、嘘つき最高お疲れって言われてますけどね。すごいなこれ、ちゃんとでも来たから嘘つきじゃないですよね。そうそう嘘つきだね、ここからは人海戦術ですね、店長集結、やっと有言実行しましたね、これは見せてもらわんとやばいですよってことで、そうですね、ちょっと4人来てるんでね、誰かちょっといいとこ見せてもらわないと、そうですよ、ちょっと熱い展開になったらちょっとね、教えていただけたらと思いますので、あ、ちょっと堤下店長熱いんちゃいます、うそ、じゃあちょっとカメラ、おーおーおー、これあのバイブみたいなの来たもん、全然熱くないガロは、あ、一応バイブチャンスちゃいます、色が大事って言ってましたけど、あ、まり VFX ですね、マジで当てちゃう感じ、いやもうこの人ね、何でも当てますよ、何でも当てあるからね。確かに確かに、あ、JP さんカメラがずれてる、あ弱い、そっち引き気味で撮ったな、ちょっと弱かったっすね、ちょっと弱い、なるほど、いやけど関係ないでしょ、この人関係ないどアニメで当てちゃうぐらいやから、来ても当てなきゃいいね、クマは 68% もあったよって言われてます、 68%、 はい、バリバリします、大丈夫、ボンちゃんが中和してる、宮戸くん、どの店舗もトップになったら宮戸くんにサソリ食べさせるつもりですよって言われてますけどね、これどういうことやろうね、みんな食べさせたいのか、音、あ、そっか、音大丈夫ですかね、代打振るとボンジャが中央です、こんばんは、安定の奈良駅前です、今回は絶対勝ちたいのでたこ焼き店長抜きでてってさんと私で打ちます、木村さんに罰ゲームしたいって言われてますね、あ奈良対鶴見ってことかな、マイクいける、大丈夫、ああ、お疲れ様です、お疲れ様です、いや最後店長今日初っ端のコメントすごかったですよ、最後来てないやないかってすごいコメント来ましたよ、どうぞ、まあ、それはもちろん来ますよ、まあ、でも来た瞬間コメントめっちゃ増えてましたけど、よかったよかった、来るつもりなかったでしょ最初、いや来ますよ、来ますよ、嘘やなこれ、僕は事前にオファーがあればもう12時から来よう思ってましたんで、はい、事前オファー待ちということで、これから毎週オファー出したいと思います。そうなりますよね、そうなるよね、前振りがね、はい、さらっと外れたって言ってますけどね、ちなみにさっきのサソリのコメントは森店長やと思います、そうですね、間違いないと思います、はい、この間あったんですけど、あ、そうですか、直接言われました、神戸中央がトップやったらサソリ食わせる言ってました、はい、まあ、残念ながら神戸中央中途半端に終わったんで大丈夫です、あ、そうなんですか、はい、昨日やりまして、森店長が8000発ぐらいかな、で、試合支店長が0発ということで1万発にも いかなかったですね、中途半端やな、お前、そう、めっちゃ中途半端でしたね、ちなみにトップはどこですか、トップはね、なんと伏せ店、お、と、大東が並んでおりまして、どちらも2万7000発出てますね、すごいですね、で月曜日 の伏せの村井店長に関しては1人で2万5000発出しましたね、おすごいな、単独トップですね今のところ、はい、めちゃめちゃ調子良かったみたいですけどもね、
刺激大葉の武功でね、優勝本命今回は負けかなってことでね、まあちょっと時間がねあと30分ぐらいですんで、あと30分が、そうそう、あと30分まずいな、ちょっとね、今どういう状況ですか今、ボンドマネージャーがですね、はい、堤店長が来た途端当たるというあ、そうなんですか、はい、いや、俺の引きや俺の引きあれは、うん、まあでも単発でねちょっと終わってしまったので、今あれですね、水曜日の鶴見東大阪と並んで単独最下位ですね。やばいやばいやばい、はい、罰ゲームのパターンじゃないですか。そうそうそう、あんまりね最下位すぎても目立っちゃうので、もしかしたら優勝曜日にぶっ込まれる可能性はありますね。昨日って初当たり店長じゃない人じゃなかったってことで、そうなんですよ、昨日はね、森店長がちょっと遅れて来られたので、生田川のね、社員さんに打っていただいたんですけども、ちょっとハイエナして当たるというちょっと謎の現象が起きましてそうそう、森店長が当てたんではないんですけどね、最後ハード刺激一言お願いしますって言ってますけどね、なんか森店長ここからちょっと巻き返して、あ、巻き返して神戸中央、神戸中央でもいいんですよね。あ、いいですよ全然、はい、今回は優勝曜日が指名して罰ゲーム食らわすという風になってますんで、食べさせたいと思います。食べさせたい、はい、なんとかサソリ食べさせたいって森店長ずっと言ってましたけどね、やっぱりチーム木村と同じスコアかね、水曜日も1755でしたね。優勝は奈良駅前ですということで、ね、奈良が明日の配信になりますので、まあ、明日もね、明日明後日の生手まで、この出玉バトル続きますので、どうなるかなって感じですね、大丈夫、伏せが1位になったらたこ焼きさんいじめるからと言ってますけどねまあ伏せのね、村井監督とたこ焼きさん仲いいですからね、あひゃひゃですごい癒される不思議って言ってますけどああそんな癒されるのよかったですね。でもみんなね、店長集結待ってましたから来ていただいてよかったですよね。いやよかったよかった、よかった、ね、いやよかったです。もう今日は仕事終わりでしょういや終わってない終わってない、はい、ね、まあ、15日 KHP もありますんでね、ぜひ北鉄遊びに来ていただけたらと思いますね。正則に土下座して堤店長と宮戸店長にサソリ食べさせてもらいますどんだけ根に持ってんの森店長、何に持つな、ね、すごいね。神戸中央はね、堤店長のお面勝手に作って股間に貼るっていうね、ちょっと卑猥なこともしてますんでねそうなんです、めちゃくちゃやな、ね、そうそう、お母が見てたんですよらしいですね、お母さん見てたということであんな出てたねっていうふうに言ってたって森店長言ってましたけど、ね、お母から報告を受けました。お母さんは放送見られてるんですか。そうなんです、なんかね、はい、だから見出したみたいで、しかもプレミアム会員で聞いたんですけど、そうなんです、結構早いですね、すごいなありがとうございます、本当に、まあ、金曜日ね、堤店長も出てますんでね、まあ、いろんな放送を見ていただけたらと思いますね。奈良には期待できない、とりあえずコマコマ1位じゃなくなったからいいです。ミヤトボーイはハードちゃんと一緒に仕事をしたことあるんですかとやってますが、ミヤト店長、森店長とは仕事はないですよね。あだったー、うっそマジ、待って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 、なんでなんで、ほんますごいな、ちょっと待って、よっしゃ、最高店長何で当たったの、え今なんか言うて言うてんの、言うてよ、当たる前の段階で顔出てるよいや顔は出てましたけど、そんな熱そうじゃなかったんですけどね、カーボン緑やったんで、あ、すごい、いや、やる、さすが、さすが新婚パワー、これ単独再開なくなりましたね。そうですね、おなくなった、すごいな、なんで当たったか誰も分かってないっていう勝に見てないとこでやめえや、ね、カメラ外で当てていくスタイルで、ね、カメラが画面が台で当たった、新滅ゾーンやったんかなって、ね、あ、新滅ゾーン出ましたね、あ、出てたんや、はい、教えてよじゃあ、いや言うてすいません、はい、本場数でなんか分からんけど当たるやつ、企業部結構そういうの多いですよね。ちょっと見てちょうね、この間アギメリーチで当たったりしましたからね、まあ、一応 ST 入るかどうかが鍵ですからね。まあ、ここから連チャンちょっとしないと1万発ぐらいはやっぱちょっと行ってほしいですね。そうですよね、はい、新婚力すごいけど、ボンちゃん帰っていいよって言われてますけどね、じゃあボンちゃんとサイコ店長の代でエントリーしますかってことで、そうですね、まあ、一応当たってるんでね、はい、まあ、割るようにしてもいいですし、新滅ゾーンは青でも当たるよってことで、あ、新滅ゾーンはやっぱ熱いんですね、はい、いやー、やっぱり4人集まったらすごいですね、当たるんですね、そういうもんなんですよね、素晴らしい。まあ、ST 入る、あ、これ新滅どうですかね、連打しいけるかな、
できたら ST 入れてほしいですね。王子も頑張ってってね。あーダメ、入らなかったです。あかんかった。はい、なんか12ラウンド目にあのアタッカー見れば、ST かどうか分かるっていうねコメントもいただいてますけど、どうですかね、カズーチ当たる戦法。堤店長の香ばしい台コレクションを放送でやってくださいって言ってますけどね。香ばしい台ね、香ばしい台、香ばしい台コレクション。香ばしい台好きな店長結構多いですけどね、生田川の店長もそうですしね。はい、結構多いと思いますけどね。原作では克服するのになってね、53パートは何ぞや、台の右下に部員入所の赤い蓋あるよってね言われてますね。原作では克服する。モンドさんキスがお願いします。キグアゾーンと、キバボン入れば ST 確定なんでね。まあ、一応これで初当たり2回目ということで ST 入るかな。入ってほしいですね。そうですね、ちょっと連チャンみたいですね。せっかくね今4人揃ってますんで、いいとこみたいですね。本当ここで克服するとこ見せてないねってことでね。そう、なかなかね、新滅ラッシュそのまま入るっていうのは珍しいですね、この配信では。あ、昨日一応あれかな、神戸中央じゃないわ、生田川の配信では一発で入ってましたけどね。あ、 V 入ったかなって言ってますけどね。まあ、一応騎馬ゾーンもしくはね、あの回数が、ストップなれば ST 確定ですので、新滅ガロに告白、新滅熱くないガロパトみたいに期待できる。キバゾーン考えると克服は 50% もないかなと言われますけど、そうですよね、まあ、潜伏もねありますからね。北山マネージャーの笑顔が消えたと言ってますね。ちょっとね焦ってますね。いやちょっとね、はい、まあ、サイコ店長の代が ST であることを祈ってますけどもね、私は。そうっすね、全然あのもう、池田さんの引きがあれば優勝間違いない。あ、縄手のねババコンガさん最近調子悪いですけどね、3回連続最下位ですからね今のとこ。そうそう、市場なんてねちょっと不甲斐ない成績なんでね。一応これで、2つ1755ということでね、一応、3000発かな、3400ぐらいは行きましたね。最高店長だったら時短でも引き戻せるわーってやってますけどね。頑張ります。今ちょっと新婚パワーついてますので、ちょっと新婚パワー見せてくださいよ。そうですね、見せたいですね。先週もね、上手だいぶ連チャンしてましたからね、はい、ちょっと期待したいです。上手、あれ何年ぐらい、8年ぐらいしましたっけ。あれ8年ぐらいはしてたと思います、ね、そうですね。その後またネタで超天軸打てよって打ったらまた当たるっていうね、はい。そうそう、すごいことやな、上天軸。そうそう、ニコ生のね、リスナーさんちょっと好きすぎるでしょうっていう感じですけど、特に金曜のね、リスナーさんは超天軸好きな人多いですね。本当に。さあ、残り30分ないんでね、ちょっと頑張ってくださいね。うわ、ほんまや、あと25分。はい。まあ、ね、今のとこチャンスがあるのは最高天井ですので、ナナミも好きな人多いなって言われてますけどね。ババコンが最近キコちゃん見てないなーでね、嫁タイムばっかりとかで、まあ先々週、前の前々回か出てましたけどね、頂点軸は外せない、優勝が2つから2つの罰ゲームですねって言われてますけど、まあそうですね、まあそれが個人 MVP が不正なのでもしかしたら不正になるかもしれませんけどね。今日も頂点軸打つんですかって言われてますけど、茨城ありましたっけ頂点軸。ないです。ないですね、残念ながら。ナナミは前あったけどね、どうかな。縄手はさすがに今回もマイマさん一人放送にはさせないですよね、とかね。前回の日曜日の放送、私完全に一人で気候なチャンネルやりましたんでね。ああ、そうなんですか。もうそれ気候なチャンネルじゃないじゃないですか。もうかなり罰ゲームマイマイチャンネルやないですか。そうそうそう。しかもあれですよ、セイントセイヤのアマデジ打ちながら2時間やるっていう。そうそう、なんかあったんすか。ちょっとね、縄手のスタッフさん出ていただく予定やったんですけど、はい、ちょっと5分前にトラブル起こりましてですね。ちょっと誰も出れないということになりまして。あ、そうなんすか。まあでも配信ね、お休みするのもどうかなということで、あ2時間丸々も雑談放送やってましたけどね。そうだよね、清掃の人、おっ、キバゾーンということは ST 確定ですね。おお、おサイコ店長頑張って。さすが新コンパワー。さすがやな。さすが。
いや仕事しましたね、もう仕事しましたまだまだ、今から今から、まだまだ、今から今からパーってやりますからね、キーバゾーン、そうですね、今ちょうど時短のところがストップしてますんでね、はい、あそういうことね、これ ST 確定です、見せるね、最高ということで、よかったよかった、53パー入りましたね、でも当ててほしいですね、当ててほしい、ST 入っても駆け抜けあるからね、当たるとは言ってない、確かに、そう、間違いない、しかしスルーということで、まあ、スルーもありえますね、キバゾーン、過去当たるとは言ってない、そういえば、聖夜3はもう稼働してるんですかということで、茨城は日曜日ですね、あさってからです、日曜日から稼働開始ということで、明日が、引き続き変わりまして、本日がグラプラバキですね、バキバンです、バキバン、バキバン、はい、の、稼働です、サイドはバキじゃないです、おサイドはオーガです。あ、スペックが違うんですね。そうなんです。なるほど。あ、赤保留来た。赤保留来た。お、当たったでしょ、それは。モロタやっちゃいます。新。ST12 ってこと？赤保留来ます、はい。あ、これ熱いです。あ、じゃあまあね。じゃあまあね。ええな。これはモロタ。これ低速、中速、高速ってあるみたいですね。あ、カーって出ますけど、新音来た。新音めっちゃ熱かったと思うんですけど、外れ外れた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 、あかん、やばい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 、うそやばい、外れちゃいました、やばいやばいやばい、ちょっと何やってんのあれ何やってんのよ、あれあれやばいやばい、って言われてます、嘘でしょ、怖わさ、まあでも高速やったっすかね、今の新音、そんなことあんねや、回転数残り42回転になったら減るよってこと、ダイヤコで逆に珍しいの見れた、赤保留外れちゃったよ、赤保留のシーンをおっとおめでとう米売っちゃったよって言われてますけど先走ってもうた、うわー怖ーで、強ガロ保留 ST 中に5回外れた、あそれはきつい、一応ガロ保留激アツですけどもね、 ST 中は、あ赤外れたな、びっくりした、いやボンドマネージャーこれやばいんじゃないですか、やばいでしょう、いやまだ大丈夫ですよ、まだ大丈夫、はい、あ叫びてますけどね、まだあるか、まだあるね、新婚力のベクトルが間違った方向にキバゾーン抜けるって言われてますからね、今日ガル保留の新音2回外して、マジでいろいろ弱くなってる、面白いコミしてる通知行動、やばいやばい、本作保留変化強くなかったん、強くなったんじゃないのかな、プシュンすらがないのが一番辛い外れ方、確かにまあ新音はね結構熱かったんですけどね、いやあ一応まあボタン来てますけどもね、16回新音弱くな、抜けた、最高店長さては今日奥さん泣かしてきたと言われてますけどいやーそんなことないそんなことない、大丈夫ですね、はい、スルー抜けちゃったってことで、まああと ST30 回ってことかな、じゃ あやばいやばいやばいな、抜けても ST だから震え声、そうですね言われてますけどね、これ厳しいかな、厳しいですね、残り20回です、おマジか赤保留が外れたからかな、いやこっから初当たり引くん結構厳しいんでね、あと10回弱ぐらいですよ、キバゾーンとは何だったのか、まあ、一応 ST は確定ですからね、次回ガロパと閉まったら気を入れてプッシュ、新婚さやこさんこの度弟の結婚が決まりました、一言くださいと言われてます、いやご結婚おめでとうございます、おめでとうございますということでね、はい、新婚さんということで羨ましいですけども、お星5個、お星5個はね逆にダメなんですよ、逆にダメ、そう逆にダメ、あの危険度なんであやこしいな天然危険度書いてたあ危険度、危険度一番寒いの、一番強いやついっちゃあかんやつやレギュレイスターフルタただあかんやつやん、多いってありますけどねちょっと面白かったね、レギュレイス先輩を通じて星5個喜び天然あいやいやいや一番弱い最後可愛くあいやいやナイスキャッチーと言われてますけどね
それ一番左だったらね、多分素体ホーラーなんで確定やったと思うんですよね。最高テンションかわ危険度5でも行くときは行くよ。そうですね、最高って言ってますけど、あーやばい。あ、でもちなみに配信ではこの10回転以内に当たってるパターンも結構あるので、まだ分からないですけどね。まあさっきのゴーゴーゴーっていうのは面白かったですけどね、はい、だいぶはしゃいでましたね。もろた重たでしょうね。もろた重たんですけど、もしかして160回の時短から、これ161回の ST ですね。あと5回名言、星5個や歓喜奇数天敗なら背景青でも、そしてここで天敗背景ね、奇数天敗だったら熱いですね。いや、やばいかな。あと3回です。星5かガローパトン人気か。確かに普通だと星5やったら嬉しいよねってことでね。そうですよ、確かにね、普通はね。そうでしょ。そうそう、まあね、残念ながらガロに関しては逆なんですよね、これね。はい、どうせ抜けなら隠れ捨ては秘密のままにしてほしかった、どうせ別れるなら浮気してたことは秘密のままにしてほしかったようにっていうね、重いコメントしますけど、はい、奇数確定なのかなってことで、どうなんですかね、確定かどうかわからないですけど、チャンスアップなのかな。マジで今回は駆け抜け多い、星5で喜べんで最近357は確定ですよってことで、さっきのモードね、357テンパイは確定なのかということで、最後でちょっと抜けちゃったな。抜けちゃいました。これであれですね、1755、変わりなくってことで、時短で落ち込んで騎馬ゾーンで喜んで、そしてスルーってことですね。ガロパトは閉まんなかったね。残り20分切りましたね。やばいぞ、やばい。ちょっと2足手以上で当てれないですね。はい、さようでございます。さようでございます。えらい静かやな、思ったそうですね、あかーん今日あかんねえ、あかんねえ、やばい。これちょっと今日打ってた人のあれがこもってますわ。なるほど。あー、念がこもってるのか。念がこもってる。はい、いやー、サイコ様今日一番笑わせてもらいました。当てるのも抜けるのも早かった。北斗選手今日集結してるのってことでね、急遽、はい、集まっていただきまして、はい、今一応カメラ2個しかないですけど4台で売ってますね。この展開だとタンタンとか食らうとえらい事故になるってことで、まあありえなくはないですね。今日王子見せ場あったかなと言われてますけどね。いや、王子キー溜めてたんですけどね。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと発動がね。僕はギリギリにやる男ですよ。ギリギリじゃあかんねん。ギリギリじゃダメなんですよ。ダメなんですよ、今回は。そうそう。あら、つつみおるのにこんな出玉ですかって言ってますけどね。つつみね、途中から合流したんでね、残念ながらね。おますね。優勝時の保留変化、青しかけえへんなってことで、青でもね、今回当たるのを見ましたけどね。一応マネージャーの方はどうかな、疑似年続くかな、サイト以外で集結ってレアですねとか。そうですね、確かに初めてちゃいます。そうですね、茨城で集結初めてですね、はい。まあ、お二人ともね、最高店長と堤下店長は、ね、各店でお店で業務されている中、招集を受けたということで、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。いや、もういつでも行く準備はしてました。嘘つけよ。嘘つけよ。嘘。先週白目向いてましたけどね。行きますよ白目みたいな。企業が行ったり、堤が最初から打てたらよかったねということでね、まあ、初打ちに強いですからね、堤店長ね。赤保留の方が、そうですね、赤保留の方がガロ保留より当たってるっていう方もいらっしゃいますけどね。あ、結構 ST 中はね、ガロ保留で当たってるのは多かったですけどね。つつみ最初から打ったら準備してる間に当たってるもんねって言われてますけどね。どうかね、フェイスオフ前で早く振動術チャンスにしてください。21連した後200回転内に引いて7連する人もいるんですよ、過去隣に。すごい気強いですね。今日は茨城の店長いたんですか。います、います、最初からいます。茨城店でやってます。そうですね、今日は茨城ですね。はい、いや、残り15分、とりあえず誰か当たらんかな。あ、ザルバ保留。お、ザルバ保留、あ、マネージャーだ。昨日か一昨日ザルバ保留で当たってないケースなんですよね。あんまり、なんか普段そんなに熱くないらしいんですけどね。そうですね、王子リーチは通常の話ね、赤保留、ガロ保留。あ、そうなんだ。ボンちゃん顔笑ってるけど目が笑ってない系。
真剣、真剣やねん。どういうことですか、ね、茨城県、茨城県じゃないですね、大阪府茨城市ですね。レッツゴーでやってますけど、暑いんちゃうんすか、新滅ゾーン。青はどうかな、青はあんまりですね。もう一回議事連、おー、おー、苦悩。もう一個上欲しいですね、もう一個暴走。あ、んなおあの僕もランク来ましたよ。おお、あ、本当ですね、ニワショデジの方も、ニワショデジも来てる。青か、青や、赤は。まだこっから張って、顔変わる場合がありますよ、色。緑、緑、もう一回変われ。赤欲しいですね。変われ、変われ。おー、赤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 、レインボー、レインボー、すごいすごい。あ、これ全ラインじゃないんですか。全ライン、全ライン、すごい。これすごいよ、これ。頭かぶって、頭かぶって。これすごいよ。あ、すいません。エイトライン来たーって、これ初めて見た。おー、全然すごい。これ7じゃないのかな。これ7でしょう。7でしょ、これは。ねえ、当たり前よ、はい、これは、はい、これはこれ7ね。7ちゃうんかい。2かい、2かい。プープーと、いやー、すごい。ザルバ保留で当たりましたね。ザルバ保留でしたね。いや、おめでとうございます。2回全然2やないか。じゃないよ、めっちゃ青色やん。ね、7ちゃうんかいって言いますね。板倉さんも熱いんじゃないって言ってますけどね。板倉さんどうですかね。いやー、板倉さんダメでした。あ、ダメでした。はい、板倉さんダメ、ダメです。すごいな。いやー、でもレインボーすごいな。レインボー残念。おお、これでも どうせ ST 行くでしょ。これは行くかな。今回ね、レインボー系でもね、単発のパターンがあるみたいで。おわすか。これがボンちゃんと板倉の違い。ボタン保留からだし熱いんじゃない。ボンちゃんかっこいいってね。あらす。でもかたくなに包みおめでとうっていう人いますよ。これはおかしいやろ。どこが今ののどこが包み店長なのか全然ちゃうでしょ。私ですよ。はいはい、プレタンプレタン。虹来た、エイトライン来た、2回をわらわら。そうですね、プレミア出て単発ってパターンかもね。いやー、レインボー来ましたね。いやー、これ ST 入ってほしいな。克服したらええねん。あと10分。そうですね、あと10分。いやー、どうかな。堤にありがとうはって言ってますけどね。おかしい。ね、神様、仏様、堤様だと。違う。でもあと7分、あと12分かな。12分ですね、はい、まだ分かんないですけどね。まだまだあれでしょ。板倉店長、五郎丸の例のポーズやったら当たるかもよ。あのラグビーのね、五郎丸さんのね、指のねやつありましたね。ゼブラマン強いよって言われてますけどね。なかなかここ克服できませんね。全然克服せえへんですね。おお、あ、聞きたい、聞きたい。すごいすごい。やったねー。ボンちゃんやったね。すぐ行った。すぐ行った、すぐ。ちょっとあれですね、ニワショデジョもちょっとチャンスちゃいます。ほら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 、来たで流れが。ほら、つづみおめでとうって言われてますけど。俺ちゃうちゃうだからもう。ちゃうよ。めっちゃたまるの早かった。さすがにつづみ人の引きまで引き寄せるんだって言われますね。この前監督も8ライン来て通常やったよってことで、北山マネージャーはね、なんと ST 入りました。イエーイ、堤手芸ってことでね、すごいすごい。堤になってるけどね。ちゃうちゃう。ボンドボンド高雪やったな。違う、ゆうすけ。そうそうそう、高雪はね、まあ一応女神なのかな、勝利の。まあ、やっぱ堤やな。北山堤とチェンジしてって言われてますから。俺が当てとんねん。俺が入れとんねん、これ。堤すごいな、過去2回目って言われてます。ST は時短で先証明されたんで、4235大丈夫です、スルーです。ちゃうちゃう、ツッツー店長が来てくれたから ST 入ったんだよ、勘違いしちゃいけないよ。ほら、いや、さっきのは100歩譲ってそうやったとしてもね。今回はちゃいますよ。今回自力、まだ時間ありますんでね。まだありますもんね、はい、結局誰が当たったんですかってことで、今はね、あのボンドマネージャー当たりました。え、ツツミすごくないって言われてますね。ツツミなら爆連するよ。これは球数半分にカウントしよう。ボンド今から何年しますかねって言われてますけどね。マックスどんぐらいいけますかね、あと10分で。あと10分なんでね、リーチがサクサクいけばね、3年ぐらいはいくんじゃないかなと思いますけど。全部1回転で当たったら変わって、監督と登場は確認してほしかった。ツツミなら今から4万発出るよ。ツツミ今から4万発。すごいね。 ST 入れてもクマに負けるボンちゃん。
半分切ったら包みに行こうと。ボンドさんめっちゃ愛されてますね。すごいね。全部1ゲーム連割ろうか。確かに全部11ゲーム連すればすごい、ね、全部1ゲーム連したらすごいですね。はい、じゃあ7連ぐらいいけるかな。そうですね。残り10分で11連したらまくれますって言われてますけどね。難しい。物理的に無理でしょ。ね、あ、堤下さんは自分は当てないでエリマネに花を持たせてるんですね。さすがですって言われてますね。すごいな。ボンちゃんはじわじわとつづみんから運を吸い取ってた。そうです、ね、この台明日朝一まで置いておいてかっこ無理って言われますけどね。そこ当たりで当て続ければ平気。ラウンド消化時間あと10個で11年物理的無理やな。今からなら4万発でも時間足らへんって言われてますね。まあ、こういう、ね、演出でサクサク当たればまくれる可能性はありますね。まあでも後半ね、やっぱりいいところ出ましたね。出ましたね、はい、あ、11連する必要はないよ、板倉がいるじゃないかと言ってます。そうやそうや、まだ時間ありますんでね。そうですよ。とりあえず1回当てとこう。2人で5連ずつぐらいしたら OK でしょ。そうですね、5連ずつすれば1万発超えますね、余裕で。10連1時間ちょいかかるやんって言ってますね。ビッグドリームでも間に合えへんって、ね、言われてますけど、確かにラウンド紹介時間あるからね。バックルーム難しいかも。まあどこまで出るかですね、あとね。そうですね、はい、とりあえずもう1回ぐらい当てとこう。あ、赤堀龍、これ先サイコ電池外れてた。これ外したやつ、はい、はい、あ、いいんじゃないですか。いい、あ、もうこれ当たった、これ当たった、当たった、あっかーって言われてますけどね。レンダー、おー、確定。来た来た。いやー、すごい、おめでとうございます。いやー、やっぱおいいですね、ガロは。 AT フィールド来た。そうですね、さっきのが AT フィールド。いいね。いやー、いい感じですね。まだ8分ありますね、時間大丈夫ですよ。お、いけるいける、金曜の包み信者多いっすねって言われてますけど、まあでもルパンの出玉見たら包みさんのファンは多いと思いますけどね。16ラウンドですね、おめでとうございます。ありがとうございます。30秒で消化しよう。いいぞこれ、ね、やっぱ包み。いやー、ちょっと見せ場作りましたね、一応ね。はい、はい、まあ、一応初当たりも2回引いてますしね、北川レイジャーね。そうですよ、はい、包みんなら10秒で16ラウンド消化できるって言ってますけど、すごいすごい無茶言ってますけど、ね、そういう技術やね。2時前から聞こう。この前虹ガロ保留来て白目向いた、それはすごいね。4万発のやつですか。そう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 ですね。これですよね、なんかボタン押したらクラシック流れるんですよね、はいはい、確かね、じゃあちょっと計算だけしておきますかね。1755+2165。すごいな、この薬物でも。そうですね、ね、6075ですね、はい。あと1回当たれば一応1万発弱ぐらいですかね。じゃああと2回当てます。そうですね、ここまで包み見ててよかった。北山マネージャーの顔から笑顔が戻った。確かに55分までにプレミアムエンディング行くよ。無理やね。最高店長起きてるって言われてますけど、起きてますよ、もちろん起きてる、起きてる、虹ヶ路保留時短で白目抜いた、それびっくりするよ、ね。いやー、すごいな、金曜日、まあでも見せますね、やっぱね。いや、一応な、なかなかでね。そうですね、はい、なかなか8ラインは見えないんで、あと5分ってこと。そうですね、あと5分、どこまで出玉伸ばせるかなっていう感じですね。ガロの顔はファイナルの時の方が好きだったなーっていう人もいますけどね。まあ、フェイスオブガローね。あ、明日魔界花打ちに行きますわ。あ、魔界の花ね、ぜひ茨城店、サイト店ね、千里店も入ってますので、ぜひお近くの店行っていただけたらと思いますね。あと1回、2回ぐらい当たるかな。つつみんはニコ生にも少子化にも貢献してるからみんな応援する。そういう、そういう、そういう趣旨があったんだよね。なるほど。え、何、また最高定常眠そうなの。いやいやいや、相変わらず相変わらず。先週はちょっと眠そうでしたけどね。金色残してるんですかと言われてますが、茨城店金色どうですか。全部で16台あります。16台、まあ、はい、コーナーがね、島分かれてまして、
どこかな、お店入られて右側が金色コーナーですね。で左側が魔界の花のコーナーになってますので、分かりやすいと思いますけどもね。右は魔界の花も入ってます。あ、こっちも入ってるんですね。はい。あ、なるほどなるほど。まあ、筐体一緒なんでね、間違えないようにだけ皆さんしてください。いや、間違って金色打ってください。まあでも金色もね、面白いですからね。はい、いや、面白いですよ。はい、間違って金色もね。はい、でも、まあ、なんかまだ耐えてますよね、金色ね。耐えてる、耐えてます。まあでも魔界の船を打って、やっぱ金色の良さが分かるっていう人いますので。はい、なんかファイナルの時みたいな感じじゃないかなと思いますね。なるほどね。はい、あの時はもうみんな金色ばっか打ってましたけど。そうですね、うん、ガロの顔は初代が良かった。ガロの顔初代あったっけ、あれ、あれじゃなかった、エンブレムじゃなかった、初代って。多分ね、ハトコネオ好きで、金色と魔界どっちが面白いんですかねと言われますけどね。どこの辺は賛否両論ですけどもね。まあでも演出が結構やっぱり派手になってるのは魔界かなって感じはするんですが、ずれてる、ずれた。あ、オッケーオッケーオッケーです。はい、銀河だったか。金色の方が連チャンする気がするって言ってますね。顔は鋼からじゃない。じゃあ銀河消滅打ちます。金色の方が面白いってね、言う人もいますけど、堤下さん、ボンちゃんに当たりを呼んでくれてありがとうございますって言ってますね。じゃあ、あの今静かな、はい、最高天井やめれ、熱いリーチ来てます。そうやん、来ましたよ。言うて言うて言うて。だからいやー、来てほしいですね、最後。あー、でも顔がないか。お、これは熱いんちゃいます。ボンちゃんいいんちゃいます。当たった、それ当たる、当たるんちゃいますか。当たるでしょ。当たった、え、当たったの。あ、これチャンス、いいですよ。チャンス、ガロケン、ガロケン、うぃー、当たりちゃうやん。あと3分、あと3分、あと3分。顔はレッドレクイームから。あ、レッドレクイームね、ありましたね。150台設置してる店舗なかったって。あ、ありますね。水曜日最後見損ねた出玉どうなったか誰か教えてってことで、水曜日はね、単発終了だったと思います。はい、甲賀、雷賀、大賀、龍賀、誰がいい、誰がいいですかね。甲賀がやっぱ人気あるんじゃないですか。煽り少ない分、ね、金色は熱いものは熱い感じ、ね、最高姉ちゃんアピールしようよって言ってますけどね。はい、でも星2つ半やったんで。あ、2つ半か、はい。しかもこれあれレギュレースかな。あー、ダメですね。あのキャッチャーね、キャッチャーグッドキャッチャーですね。端から知ってた金。鋼の顔の出方好きだった。効果かっこいいけど、押し面はゼロ。あれですね。ゼロいますね。ポンちゃんどうかな。ああ、刺さない。あかんぞ。あと2分。あと2分。エンブレム付き今のところ自信4分の1ってこと。ああ、そうなんや。ちょっとあれですね。あんまり当たってない感じ。これはゴールデングラブ賞ですわ。鉄壁の守備ですね。さあ、どうかな。あと1分半過ぎましたけどもね。これは変わらない。来ました。え、あ、最後でしょ。これ最後のチャンスかも。お。さっきこれ北山マネージャーこれで当たってましたね。僕もこれで当たりましたよ。あ、そうなんですね。はい、あ、でも青のままどうなんですかね。最後店長もう名前、子供の名前決めてるんですかって言ってますけどね。いやいや、まだまだですね。まだ、はい、はい、まだできてもないんで。そうですね、はい、まだできてからね、考えたらいいかなと思いますけど。最下位はもう免れてる。紫、最下位はちょっとあれですね、免れました。一番はシャッカメ、ミセリュウタと熊さん、熊さん、転売すればいいですよ。転売したらいい。転売したら、転売したら、したら、お、じゃあ、した、あ、しましたね、これ。あ、した、した。あ、じゃあこれ、おら、リベンジじゃよ、おら、クマ。また、風味できてるわ、これ。風味できてるわ。ST 中は大丈夫でしょ。ST は大丈夫でしょ。店長、あの、マネージャー、これ当たれば、はい、一応、あの、ラウンドまで OK ですので。あ、OK。はい。まあ、当たるでしょう。当たるでしょ、さすがに。当たるでしょ。さっきは、ゆうても時短中やったから。クマリベンジ。クマ。負けるんだろう。クマ勝つで、今回は。いやー、いけるでしょう。星2ですよ。はい、ST 中やし。クマ1ビン。うわ待て待て待て、今剣じゃなかったっすもんね。はい、終了ということで、ここで一応あの手は止めていただいていいですか、ね、保留、もう一個保留あるんでね。え、クマ負けてる、クマ負けてるやん。一応終了ですね、ここで。はい、手離してください。ちょっと僕、クマをちょっと待って、クマ僕のクマおかしいでしょ、これ。
相当鍛えられてますよこのクマ。熊強いよって言われて確かにクマ強かったマジで。当たると思った、残念外れって言われてますね。あーそう、ということで終了。クマ最強、クマ最強説ちょっと、いやすごいな。はい、ということでじゃあ定位置戻っていただけますか。クマ 68% とは笑う。マジか、まあ、ね、68% もあったみたいですよ。しかも ST 中っすよそんなことある。いやー、いやー、クマきついな。今日もいいもの見せていただきました、いろ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 ね、こうざわざわしてますけど、クマ2回負けちゃいましたからね。ということでね、お疲れ様でした。いいってやつですよ。お疲れ様でした。人間はクマには勝てませんと言われてますから。確かに。確かにね。はい、ということでお疲れ様でした。よっしゃ、お疲れ様でした。本日はね、曜日対抗出玉バトルということで、今回 CR ガロー魔界の花ね打っていただきましたけども、まあなんとね店長集結になっちゃいましたけども。ね。まあ堤店長とね、あの最高店長に関しては今日はちょっとね出演ないかなと思ったんですけども、まああのマネージャーの集結のお呼び、あのお声があったということでね、ぜひ無事来ていただいて本当にありがとうございます。いや、 やっぱりね、はい、KHP を告知しないといけないですから、ね、そうですね、 KHP じゃあちょっとバンバンちょっと言ってくださいよ。こちらです、もう一度じゃあお願いします。いや、ありがとうございますなんでそんな、なんでそんなじゃあちょっと見てみてから。10月19日ですね、はい、キコーナ北節プロジェクト、はい、なんかいつもとね鮮やかさ、えらい鮮やかやな、そうそうそう、えらい鮮やかやな色が、いつも金色なんですけどね、そうなんですよ、今回ちょっとレインボーゲー、レインボーですよね、はい、はい、まあこれ意味をちょっと、そうですね、意味ですか、ちょっと意味をね、あの読み取っていただいて、意味なんてないですよ。キコーナグループでは社会貢献を通じて地域とともに成長していきます、すべてをお客様のために、お客様のお声を形にモットーに日々精進いたします。めっちゃ読んでる、カンペカンペOK ですけどね、これね誰も言えないんじゃないかなと思ってたんですけど、一応カンペということで、ちゃんとね、まあ、ぜひ、はい、KHP ね、あの今月というか、19日ね、あさって、しあさってかな、はい、月曜日にありますので、ぜひ茨城サイト、茨城もしくはね、千里来ていただいて、はい、お楽しみいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、お願いします、あとね、各店、あの寝台も、入ってますので、まあ、本日から稼働開始のグラプラバッキー、まあ、あと、ね、日曜日、稼働開始のセイントセイヤ、はい、であと月曜日から稼働開始のね、仮面ライダーとか、スロットも寝台ありますので、そうですね、そうですね、まあ、そちらも P ワールド各店見ていただけましたら、ラインナップ載ってると思いますのでね、はいはいはい、ぜひあの検討いただいて遊びに来ていただけたらと思います。来てください、お願いします、はい、お願いします、はい、まあね、ガロー今日多分初打ちの方多かったと思うんですけども、じゃあちょっと簡単に軽く一人ずつ感想を、じゃあマネージャーからいきますか。はい、まあ、一応一番見せた感じ、一番見せましたねはい、クマ、クマが強かったなと思った2回負けましたね。あんなもんですか、2回来て2回とも負けるとかあるんですか、クマに。そうですね、一応 68% らしいですよ。 68% 勝率、おー、 68%、 いやー、満州小僧に引き続きですねちょっとこれは、いやでもやっぱガロやなと思いましたけどね、楽しいな、そうですね、面白かったですね、はい、まあ最初ちょっと激アツ外れてどうなるかなと思ったんですが、結構でも激アツ外れも見せたし、しっかり当てたし、そうですね、うん、いきなりあのプレミア出たっていうパターンもありましたけど、個人的には、はい、満足しました、良かったですね、はい、じゃあ、サイコ店長ね、ちょっと、はい、あの途中からで、まあいきなり単発で、ね、当たりましたけども、連チャンさせたかったですねめっちゃ遠い目なってますけどね、しゃれ込んでるだけですそうだけまあ別に千里であのガロしていただいてもいいですけどね。まだですか、はい、その時はまだ集結になるんですか。え、わかんないあれ、これフラグ、なんかのフラグかな、あの、ね、あの庭商店長聞いてないふりしますけど聞いてない、ちょっとね、装飾あのどうしますね、これすごいな、これすごいですね、これすごいですね、ザンマ県、おい、すごいですよ、折れた、いや、壊したらダメ、壊したらダメ、あ、茨城装飾ね、ここも見てください、あ、ここにもエンブレム、あ、下エンブレム、わ、凝ってますね、すごいな、はい、これセンスがいいですね、ざんま剣わらわらって言われてますけどもね、剣もついてるし、エンブレムもついてるし、ね、はい、これはもうガロ大好きなね、あの庭商店長ならではですね、ですです、かっこいい、いいじゃないですか、かっこいい、かっこいい、好きすぎて、はい、好きすぎてやっちゃった、やっちゃいました、しゃーない、それは好きすぎてね、好きすぎたやつはしゃーないですわ、そうそう、好きすぎてしゃーないですね、それはしょうがない
ゃあまたね千里サイトもありますのでもしリベンジやりたければ全然ガロでも構いませんのでお待ちしてますのでね。堤店長もね途中からだったんですけども、そうですね今日も通常消化だけやったんで、そうですね、面白さも感じなかったんでリベンジしたいですね。そうですね、またぜひあのサイト放送の時にねガロをマカエル花やっていただいてもいいんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、その時はねまたあの金色とマカエル花とかねあの比較してもいいかなと思いますので、そうですね、まあ来週は仮面ライダーでいいんですかね。来週とりあえず仮面ライダー。わ、はい、かりました。すいません、はいはい、僕コメントしてません。ガロについてコメントしてません。コメントしてません。じゃあ最後はい、あの宮下店長ね一応初めからあのマネージャー と、タッグ組んでやっていただいたんですけども、通常時しか打ってないんでリベンジしてわかりました。まあガロ好きなんでね、聞く必要なかったよ。リベンジしたいというねあの熱意だけは伝わりましたので、はい、ぜひじゃあちょっと茨城のね熱意を持った仕事しますよ僕は。そうですね、これザンバ系も作るぐらいですから、そうですね、はい、ぜひじゃあちょっと茨城の放送の時はねちょっとまた馬界の花のいいところちょっとまた見たいと思いますので、いい、はい、はい、まあ、一応ね出玉の方なんですけども、まあ一応累計がね7830ということでちょっと1万発届かなかったですね。ああ、でもまあまあまあないんですか、ないんですか、時間に泣いたって結果ですよね。そうですね。あれだってまだ回してたのは全然行きましたからね。まあまあ ST 今残ってますけどね。まあ一応持ち越しシステムないです。うん、曜日で言いますと第6位ですね、はい、6位、神戸中央より負けましたね。負けたんですか。負けました。あ、そう。負けましたね。一応 MVP は多分あのボンドマネージャーになると思いますのでね、あの1人であの6000強ぐらい出してますので、はいはいはい、まあ、今のところ最下位は水曜日の東大阪鶴見ということで、まあ、1位は変わらずに、不正と大東になってますので、うん、まあ、この辺また明日明後日でちょっとねまた決まりますので、いやサソリが誰食べるとかちょっと楽しみですけどね。ちょっと怖いですけどもね、まあ、個人成績はもう変わらずにあの村井店長がもう単独トップということで2万5000発ということで、すごいな、すごい、はい、あの北山マネージャーは一応7位ですね個人成績。庭所店長は一応ゼロ玉扱いどうなんですかねこの辺は、まあちょっと審議しますけども、まあ一応持ち玉いっぱいありましたよ。持ち玉、まあ、持ち玉はねありましたけどね、まあ、出玉に関してはそうですね、サイコ店長のを含めるんだったらサイコ店長が最下位は免れてますけどね。その7000発には入ってるんですか僕の。一応、はい、含んでます。まあ、この辺ちょっと、はい、検討したいと思います。はい、割る4にするのか割る2にするのかちょっとね検討したいと思いますので、まあでも最下位は免れました。とりあえず、ありがとうございます、はい、まあ、ちょっとねディフェンディングチャンピオンだったんでちょっとねあの期待されてた方かなりいたと思うんですけども、まあね、すいません、僕ですいませんでした。まあ仕方ないです、これはね、もう本当に仕方ないですよ、もうね、本当に2時間ですからね。すいません、僕で。まあでも明日また奈良と、市場なんてありますんで、そうですね、まあ、市場なんては私ちょっとまた再開候補かなと思ってるので、まあその辺も期待しつつね、また、あと2日見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、来週はね、茨城サイトからの放送になりますので、はい、はい、またあの堤店長よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、19日 KHP ありますんで。ね、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、ぜひ、はい、このレインボー、はい、ピンクのね、ポロシャツでお出迎えしますので、そうです、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではね、遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ね、あの最高店長も堤店長もどうもありがとうございました。本当にありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。はい、こんな感じで今日は終わりたいと思います。では、はい、さよなら、おやすみなさい、ありがとうございました。はい、ということで、ST ね、ちょっと見たいということで、はいはい、まあ、
ちょっと見てちょっと業務残ってるみたいなんですけど、あと頑張っていただいて、はい、あと80回、業務残ってないですよ、大丈夫ですか、大丈夫ですね、はい、はい、じゃあちょっと頑張っていただいて、どこまで続くかっていうのをね、ちょっと見していただきたいと思います。ここからロシアンですかって言ってますからね。やった、ありがとうございます。体力が ね、つつみが連チャンするのかってこと。いやー、どうですかね、あと ST 何回、1カメ、あと何回ぐらいですかね、時短。あと80回。あ、なるほど。ね、ってことは60ぐらいあるのかな。はい。見せてねーってね、V 図柄出してーと言われますけどね。いやー、堤店長だったら大丈夫っていうね、お声もありますけど。いやいやいや、これロシアンでいきましょうよ。ロシアン行く。ちょっと私で外すのちょっと怖いです。怖い。久しぶりにロシアンやりますか。ありがとうございます、ね、あ、見たかったですね。じゃあちょっとね、あの時間許す限り見たいと思います。まあ今日ちょっとね、太田早かったんで、ここから堤店長打ったら朝までコースになるんじゃないのと言ってますけど、はい、信頼度高いですね。信頼度かなり高いですね。高いですね。でもね、堤店長はね、結構平和さんの楕円に関しては爆連多いと思うんですけどね。あ、確かにそうです ね、あのキャッツアイの時もルパーの時も相性がちょっとあるんでしょうね。あるかもしれませんね。あのトランスフォーマーの時はちょっと全然やったんでね。そうですよ。はい、まあ、だからちょっと機種の相性もあるのかなとね、思いますけども、はい、ロシアンするには継続率と長さ、そうですね、ちょっとロング ST なんでね、クマに負ける男とは違うと言われてますけど。ほら、誰がや誰がクマに負ける男や。確かにね、2回負けてましたからね。はい、ちょっとカウントされてるのかってことで、まあ、一応出玉バトルに関してはね、あの1時55分で締め切りましたね。ここからはちょっと ST がどこまで続くかということでね。はい、ゲンさんも勝負かった。そうですね、ゲンさんもちょっと相性悪かったですね。キャッツアイはマックス機能やったけど8連終了、5回2000出玉出たってことでね、おめでとうございます。クマ誰が弱いんやってのはあなたですって言われてきました。すいません、はい、申し訳ございません。いやーね、まあ確定じゃないんでね、まあ、外れることもあると思いますけど、この台のクマは強いよって言ってます。強かったですね。なる相性良かったけど、魔界は相性悪いって言ってしまいますね。もう一回クマに負けるの見たいなーっていうフラグ立ってましたけどね。つつみ店長、クマは転破したら勝ちそうな気しますけどね。どうかな。でももうなんかやばいですよ。残り30回とかなりましたよ。あ、やばい。やばいやばい。もう終わりそうってなってますね。いきなり終わりそうですよ。ちょっともう赤まで来てますけどね、背景が。終わりそうじゃないって言ってますね。これはもしかしてスルーですか。これは多分スルーちゃいます。やばいっすよ。やばい。いや、引き継いだもののって感じですかね。あと20回ですね。あ、やばいかな。一応配信では2回だけですかね、10回転以内で当たったの。ああ、一番そうそう、あの161回転で当たった人もいますしね。おー、そうそう、残り4回ぐらいで当たった店舗もありましたんでね。あ、まあ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 、背景赤はチャンスですよってね。堤店長、お子さんの名前決まりましたかと言ってますが、まだですかね。お、そうですね、まだ決めてないですね。ちょっと検討中ということでね。あ、まあ、あの前回の放送でいろいろ名前出てましたけどね。え、続いて男の子ですか。男の子です。あ、男の子確定しました。確定しました当たりちゃうねんから。確定しました。大当たりみたいな、ね。王子が当てれば上位けたねでね、北山が無駄に80回回すから無駄にっていう無駄にって言わねえよ、いいでしょ。普通の名前つけようね。まあまあね、継続率の割にはすんなりするイメージもあります、ね、俺は今日7万機構飲まれて抜けたな、さて寝ようって言われてますからね。あと6回、6回、あと6回転敗すればなんとかって感じですけどもね。いけるか、終わるかな。やばいな、これはちょっと怪しい。もうロング ST なんでね、ちょっとここまで来るとちょっと諦めてしまう感じですけどもね。確かにね。いや、これから女になる可能性もあるって言われてますけど。もうないやろ、うん、確定しました。職業病じゃないですか。激アツ外して波悪い台打たされるのかわいそうって言われてます。あー、終わる。あ、引き戻せたらレジェンドや。あかん。あかん。あかん。終わる。ああ、終了。終了です。いや、まあ、しゃあないっす。すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、早かったなー。これはね、多分ね、はい、あの堤店長、早帰りたいから終わらせました。はい、そんなんできるんですか。早って言われてますけどね。いや、残念ながらちょっと終わっちゃいましたけど、ロシア向こうやったな、北山って言われてますよ。なんでなんで。はい、ということで、ね、まあ、終わりました。あ、まあ、一応最後あれか、ガロパとかあんのか。
逆にここで引き戻したらすごいですけどね。いやそれはもうほんま神ですよ。ボンちゃん謝罪はようと言われてますね。ボンちゃんが悪い。あ、終わりましたね。終わったということで、いやあっさりいっちゃいましたね。まあ、やっぱね、堤店長ね、やっぱ自分で当てないとね。そうですね、これはね、マネージャーの引きです。ほらマネージャーのね、マネージャーの引きです。はよ帰りたい、はよ帰りたいからやろ。当たりを自在に操れる堤すごいって言われてますけどね。気合が多分入ってなかったです、いつもより堤、ね、は61回で当てる人だからしゃあないってね。明日打ちに行く楽しみということで、ぜひ北雪エリア来てくださいね。北雪来てくださいね、お願いします。お願いしますということでね、まあちょっと延長戦したんですけどもね、もうあっという間に終わりましたね。はい、こんな感じで今日は終わりたいと思います。はい、来週もね、茨城サイトからよろしくお願いします。お願いします。明日は引き続き、はい、JR 奈良駅前店から、中条店長ね、高木店長が出ていただきますので、ぜひ、応援の方よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、お疲れ様でした。板倉店長大丈夫かな。あ、ちょっと業務戻られましたね。わかりました。はい、じゃあこんな感じで今日はね、締めたいと思います。それでは遅くまでありがとうございました。お疲れ様。バイバーイ。